はい、皆様こんにちは。角川談合学園研究部事務局の熊本と申します。本日はどうぞ皆様よろしくお願いいたします。ご視聴いただきありがとうございます。はい、本日はですね、学術研究100連発と題しまして、大学生、大学院生、そして研究者の皆様が中高生の方々に向けて、自身の活動などをご紹介していただく、まあ、学術研究100連発ということで、放送させていただければと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。はい、で、会の進行に関しましてはですね、私とともに、事務局のメンバーであります、中澤と一緒にやらせていただきますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、ではですね、早速会始めさせていただきたいと思うんですけれども、本日ですね、特別ゲストということで、高エネルギー加速器研究機構から野尻美穂子先生に、ご登壇いただくことになりました。野尻先生、どうぞよろしくお願いいたします。あ、野尻です。どうもよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。すいません、ちょっとこういうね、環境の中でこういう壁なんかも出てきてしまって大変恐縮ではあるんですけれども、はい、ちょっとコロナに関しては万全な体制で進めさせていただきたいと思いますので、はい、どうぞよろしくお願いいたします。はい、で、本日はですね、早速、まあ、発表をというところではあるんですけれども、一応まずはこちらの学術研究100連発の内容と、あとは研究部の活動に関してちょっと簡単にですね、私の方からご紹介をさせていただければと思っておりますので、よろしくお願いいたします。はい、じゃあちょっとスライドお願いできますでしょうか。あ、はい、ありがとうございます。はい、ということでですね、学術研究100連発を実施させていただきます。はい、本日ですね、内容に関しましては、まず我々が運営しております研究部についてと、このでその説明が終わった後に野尻先生の発表、そしてその後ですね、研究部に所属している部員のサポートを行っている研究部メンターの皆様による発表を行っていただきたいと思っております。はい、で、研究部ではですね、学術研究を志す中高生をサポートするコミュニティという、まあ、コンセプトで、2021年の4月に発足いたしました。はい。で、こちらはですね、学園内外と書いております通り、角川談合学園の生徒だけではなく、はい、全国のですね、中学校、高校から、全国から広く部員を募集しております。はい。で、研究という名前でですとですね、ちょっとこう理系といいますか、なんかこう実験的なイメージ持たれてしまうかもしれないんですけれども、決して、理系に限らずですね、理系文系分け隔てなく、さまざまな学問が対象となりますので、はい、まあ、そういった活動を行っている皆様にぜひご参加いただきたいなと思っている次第でございます。はい、活動内容に関しては、研究発表会、そして、メンタリング、セミナーや特別企画、活動支援金の提供など、いろいろとご用意させていただいております。はい。で、そんなですね、研究部運営している我々なんですけれども、まあ、学術研究100連発ということで、今回、イベントを企画させていただきました。はい、学術研究100連発は、2016年まで展開されていたユーザー参加型の学会、ニコニコ学会ベータというんですけれども、で、開発されたプレゼンテーション手法をですね、中高生の皆様向けにアレンジしたものとなっております。はい。で、今回ですね、4月に募集を行いまして、現状30名程度の部員の皆様いらっしゃるんですけれども、さらにですね、部員だけではなく、メンターの方々にもかなりお集まりいただきまして、で、まあ、こういっては本当に恐縮なんですけれども、なんかこう優秀というか、本当にぶしつけな晴れで恐縮ではございますが、優秀な方々に集まっていただいたってこともあって、であればこう中高生の皆様向けにですね、そういう今までのこう研究者の皆様の活動歴とかをこう発表する機会を提供できればと思いまして、今回この企画にやらせていただくに至りました。そんな感じになります。はい。で、まあ、この場をもちましてですね、大学生研究者のモチベーションの向上や、はい、相互理解を促す場を生成できればなと思っております。はい、はい、で、ここは簡単にですね、二次募集の詳細というところなんですけれども、まあ、これまた後でご案内差し上げますが、この回に合わせまして二次募集を行わせていただきます。募集人数は10名程度で、もちろん中高生の方々が対象になりますね。はい、で、後ほどまた簡単にご案内差し上げますので、ぜひご興味ある方は回最後まで見ていただければ幸いです。はい。ということでですね、先ほど簡単にお伝えをさせていただきましたが、はい、特別ゲストとして、野尻美穂子先生に、はい、最初、発表をしていただく形になりますので、どうぞよろしくお願いいたします。では、
早速ではあるんですけれども、野尻先生の発表と移らせていただきたいと思いますので、はい、ではお願いできますでしょうか。はい、わかりました。はい、ありがとうございます。こんにちは。こんにちは、野尻です。よろしくお願いします。で、今日はすごい短い時間でいっぱい話せと言われて、私も年なのでそんなことできないわと思うんですけれども、まあ、とりあえず進めさせていただきたいと思います。で、すごい昔の話からしろということなので、私は京都府立お得に高等学校というところを卒業しまして、で京都大学の理学部に入りました。で、高校の頃っていうのは研究に関することっていう意味で言うと、不思議の国のトムキンスっていうシリーズがありまして、でこれは結構綿密に読みました。で、それ以外は SF を読んだり、それからコンラート・ローレンツっていう生態学の研究者の人の書いた一般書をかなり一生懸命読みました。で、当時はですね、女子っていうのは高校の先生ぐらいになるんだよねっていう感じの扱いでして、私もなんとなくそういうつもりでいたんですけれども、京大に入ってからは量子力学とか数学とかの自主ゼミを中心にやりまして、で実験は生物をやる、女子は生物だっていうことで、まあ、教養学部の丸山敬三先生とところに入り浸っていたりしました。で、2回生の終わりに他の先生のいろいろ研究室訪問するんですけれども、なんかあんまり相手にされないような感じがありまして、で特に物理学の実験とか生物の先生とかなんとなく来てほしくないような感じだったので、素粒子理論の研究室に行きました。で、これはやっぱり助手の先生が女性だったということも多かったと思います。で、当時はストリング理論の全盛期でありまして、でストリング理論というのは何かというと、粒子は点ではなくて広がりを持った紐 で重力というのは閉じた紐で、電子やクォークは紐で、なんかそういう感じの理論をやっていまして、でこれの場の理論、つまり その紐がどういうふうに相互作用しているかということを理論的に書くためのツールを作るという研究をやっていました。ただこれは十次元の理論でして、時空が十次元なんですね。で、我々の住んでいる時空は四次元ですので、まあ、いつまでたっても現実の素粒子を記述するものにはならないなっていう印象もありまして、でなんかもう一つ乗り切れなかったわけです。で、一方で当時の素粒子物理の課題っていうのは、例えばダークマターは何か、トップクォークは何か、ヒグスクォークは何か、まあそういうことが中心になっていました。で、まあ、で、KK というところに行きました。これは高エネルギー加速器研究機構、今でいう高エネルギー加速器研究機構なんですけれども、旦那がそこの研究員になりましたの で私も、そこに一緒についていった D3 の時についていきました。で、たまたま学信の特別研究員に当たりましたので、しばらく入れることになったんですけれども、ここで日笠健一先生に教えられた現象論に変わることになった。で、この日笠先生っていうのは右の先生で、左はにゃんこ先生って言って、我々がみんな大好きだった猫なんですけれども、可愛いでしょ。待ってそれで、この先生について超対象模型による3つの力の統一とそのダークマターの予言を結びつけるような研究をして、論文が1990年に出ました。で、数値計算もやったことがなくて、Mac が1台あったんですけれども、でマスマティカっていう数式計算ソフトもあったんですが、頻繁にこういう爆弾が出まして、全く計算が進まないと。で、日笠先生に呆れられまして、フォートランを使えと言われて、まあこれもあんまりよくわからないんですけれども、教えてもらって やり始めた。で、これが最初の論文なんですが、その次は実験屋さんと仕事をしてダークマター探しをやろうということになりました。で、当時の KK の理論のっていうのはですね、実験と同じフロアにありまして、一番奥の部屋に神岡グループが住んでいました。で、当時のリーダーは鈴木敦人先生といって、で後に KEK の機構長になられたんですけれども、ここで神岡安定を使ったダークマターの探索を考えることになりました。で、ダークマターっていうのは地球の中心で物質に当たると、その
地球の中心に溜まっていきます。で、このダークマター同士が地球の中で衝突するとニュートリノに変わるので、地球の中心からニュートリノがやってきて、どこかカチンと当たってミューオンとか電子とかに変わる。で、そういうものを探すという研究をやりました。で、実質指導は こちらの森正樹先生で、この時に計算コードは誰にも分かるように書きなさいとか、部分コードに分割して一個一個チェックするんだとか、そういうことを教えていただきました。で、かなり無理を言って、この論文なんですけれども、著者の2番目のところに私を入れてもらいました。で、これはちょっと実験ってみんなでやるので、かなり無理筋で、私がこれをお願いした時に森先生が悲しそうな顔をして相談してきますって言って、で、次の週にいいよって言われて、私は良かったと思ったんですけど、もしかしたらちょっと頑張りすぎだったのかもしれません。で、こちら の痩せている人が私です。今はだいぶ感じ変わりましたね。はい。で、この後KEK 高エネルギー加速研究機構っていうのは割と国際的な研究機関なので、外国の人と研究する機会がありました。当時デイジーの研究員だったマニエル・ドリース先生が KEK を訪問して、で共同研究で、その第3世代っていうのはクォーク3種類あっては 3世代ありまして、その一番重い第3世代のパートナー粒子っていうのの質量が軽くなることを示して、これは割と当たりまして、いっぱい引用されるようになったので、少し何て言うんだろう、生き残れる感じがしてきたわけですね。で、このマニエル・ドリース君っていうのはとっても話をするのが早い人で。で、英語なので全く理解できない。で、しかも頭がこの辺にあるので、こうやって話している感じで、一緒に研究してる時はあんまり良くなかったんですけれども、彼が外国に戻って、で、ネットワーク越しに研究するようになると、書いてあるものですから読めるので、だいぶ楽しくなって、オンラインハッピーみたいな感じで、今でも SNS でオフ会とかやって会うと、なんかちょっと違うなっていう人いると思うんですけれども、なんかそういう感じで、オンラインは結構良かったと。で、寝てる間に向こうが研究をして問題解決をするので、随分楽で、フィジックスネバーストップとかって言ってたんですけど、実態として見ると私がバグを作って向こうが直してくれるみたいな感じで、この人が私にとって割と大事な人で、ヤン先生っていうんですけれども、外国に行く奨学金に応募するように勧めてくれたりしまして、で、これがきっかけで、西野の特別研、海外特別研究員とか、それからウィスコンシン大学の研究員とかになりました。で、こちらがマニエル君です。それで次のページに行きましょう。で、この頃ですね、ダークマターの探索、ダークマターって言い忘れましたけど、実際に宇宙にある物質のほとんどを占めているのがダークマターっていう未知の粒子なんですけれども、この粒子の探索にすごく興味を持つようになりました。で、原理は何かっていうと、暗黒物質が物質に衝突した時に出す信号を捕まえたいと思うんですけれども、で、当時問題は何だったかっていうと、ダークマターが当たるのと放射線同位元素が当たるのとの区別がつかないで、実際の物質の中には放射性同位元素があって、で、電子がいっぱいノイズを出すので、どうしたらいいのかっていうのが分かっていなかったんですけれども、この頃になってですね、暗黒物質が結晶に当たった時に出る音の方を同時に信号として取れる原理が発見されました。で、そうすると電子の場合は電波ばっかりで出すんですけれども、ダークマターが当たると電波はあんまり出さないで、音波が出るようになると、これを使って区別しようと。で、こういう、じゃあ相互作用の弱いダークマターについて、そのどういうふうに探していったらいいかっていうことを研究して、で、これも割といい論文になりました。で、今の実験精度っていうのは当時の実験精度の1000万分の1ぐらいの信号でも見つけられるっていう、ものすごい世界になっています。
で、一方でですね、この頃私が研究員をやっていたウィスコンシン大学っていうのはもっとすごいことをやり始めていたところでして、何をやるかっていうと、先ほどちょっと私がダークマターを紙を噛んでで探すっていう話をしたと思うんですけれども、あれは水のタンクなわけですね。でその水のタンクの代わりに南極には、何の話してるかよく分かんないと思うんですけど、南極には大きな氷があるから、そこの氷に穴を掘って同じ測定器を入れたら実験ができるんじゃないかっていうことを思いついた人がいるわけです。で、当時は何をやってたかっていうと、南極の氷に穴を掘って、で深いところに掘っていった時に氷の透明度が上がるかどうかっていうのを研究していました。でこれはアマンダ実験と言います。で深いところに行くと水は透明で、氷が非常に透明で測定器として役に立つっていうことが分かったので、みんな大興奮していた。でこれ今アイスキューブ実験という非常に大きな実験、ここに図解がありますけれども、それでこの天体から出る超光エネルギーのニュートリノを捉えるとかいうようなことをやっています。でこちらが当時のグループリーダーで我々のボス のフランシス・アルテン先生 でこれ日本から参加している千葉大学の医師の綾先生のお写真です。この千葉大学のグループの方ですね。でこの後KEK に戻ってきました。でKEK に戻ってきてリニアコライダーっていうものを知りました。でこれは理論分野では今の東大 KIPMU の村山仁先生が非常に早くからやっていて、ここの村山先生が当時そういう研究をしてた頃の学生時代の写真がありますけれども、非常に早くからされてたんですけれども、KEK の実験グループの藤井先生からと共同研究をして、これリニアコライダーの計画の提案書にこう丸ごと引用されるような仕事をしたんです。でこの時に同時に粒子と粒子が当たった時にどういうふうにシミュレーションをしたらいいかということを藤井先生に教えていただきまして、でこれが私のそれから後の研究の手法として手法にの一つになりました。でこれ今は計画リニアコライダー実験というのは一応計画の重要性は認識されて、技術的な課題も解決されているので、外国でも重要な計画として認識されています。ただ非常にお金がかかるのでなかなか議論されているという感じですね。でこのあとですね次の年にスノーマスという会議に行きました。でスノーマスっていうのは何かっていうと、アメリカの素粒子物理の計画を議論するような会議なんですけれども、ここで認めてもらわないと国に予算が上げれないということで、みんな必死になるわけですね。で当時はSSC 実験40デブの陽子陽子衝突実験というのがアメリカの議会で中止と決まったばっかりでして、でその後の何をするかっていう会議だから、みんな次に何をしたらいいかわからないので相当に混乱していて、で雰囲気は非常に悪い会議だったと思います。で当時のアメリカの人たちがやらないといけないことは何かっていうと、 LHC っていうそのジュネーブセルンの実験に参加するということを認識してもらうっていうのが非常に大事なことで、イアン・ヒンチリフ先生とかフランク・ページ先生とかがそれの話をして、で私が日本から来て、すぐ後ろにリニアコライダーだったからこんなことができるんだぞみたいな話をするという、ある種雰囲気が悪いところの頂上対決みたいなことをやっています。でこのイアン・ヒンチリス先生っていうのはこちらの魔法使いっぽい人ですけれども、彼の講演非常に面白くて、で次は LHC がやりたいなって思いました。で当時は2003年に始まる予定で、実際には2009年だったので、結構なんていうんですかね、遅れたんですけれども、この LHC のすごいところは何かっていうと、エネルギーが当時一番高い加速機能7倍で、
で重い粒子でも発見することができるっていうのがすごいところで、で一方でダメなところは何かっていうと、すごくノイズが大きい、ゴミばっかり出る実験だっていうことがありました。でちょっとすいません、ごめん、マスクして喋るの結構ね大変ですね。でLHA をやらなきゃいけないっていうことにすごく思っていたんですね。で京都大学の基礎物理学研究所に移りまして、でその後出産したりなんかして結構大変だったんですけれども、LHC 実験をどうしてもやりたいわけですね。で一方で基礎物理学研究所っていうのは純粋に素粒子の理論の研究とか物性の理論の研究とか、ともかく数理的な研究をやってる人しかいないので、非常に困りました。で川越先生っていう神戸大学 の, 先生が一緒にやってくれることになりまして、でこれも LHC に関するスカラートップっていう第三世代の粒子の探索について調べたりなんかして結構真面目にやったんですけれども、やっぱり問題は何かっていうと子供がいるので動きが取れないというのがこの頃とても私にとって問題でした。例えば学会とか国際会議とかって研究者だったら当然偉くなるためには行きたいわけですけれども、子供がいると行けないわけです。で海外出張の時は実家に預けに行くわけですね。で実家からもうこんなしんどいのは嫌だとか言われたりなんかして辛い思いをするわけです。で国内の学会ですと、これはなんか旦那と一緒にベビーカーをしながらブラブラっとして、これも また疲れる。でちょうどこの頃ですね、学会、物理学会にも託児室が必要なんじゃないかということで、学会の会場に託児室を置くというようなことをやりました。で今ではほとんどの学会で普通に設置されるようになっています。でこれは中谷剛先生っていうのはこの時の世話人の仲間の一人 でこんなマニュアルを作ったりしまして、でこれがうちの子1号と2号なんですけれども、大学に会議子どもを置く場所を設置するって結構注意が必要なこと でそのマニュアルを作ったりもしていました。でこの頃からですね、アトラスの数字グループっていうのに出入りするようになりまして、先ほど言ったヒンチリフ先生やペイジ先生とも仲間として認めていただきまして、で実験屋さんのジャコモ・プロセロ先生という人と一緒に共同研究をして、新粒子の発見とかダークマターの探索方法とかいうのを研究しました。ダークマターっていうのは宇宙の初めに生成される、作られるんですけれども、LHC 実験というのは高いエネルギーで陽子と陽子を当てる実験ですから、これも暗黒物質を宇宙の初期の状態に近くて暗黒物質を作ることができるはずだということで、そういう研究っていうのを結構なされているんですけれども、それのを割と初期の頃からやっていたという感じです。でこの頃から海外の研究会の世話をしたり、それから基礎物理学研究所も共同利用研究所っていうことで実験とか理論とかの会議をいろいろ企画するようになりました。それで当時ですね、別にやっていた研究でもうちょっと大事、もう一つ大事なことっていうのは、その暗黒物質の対消滅の計算をもうちょっと精密にやるということをやっていて、それは 何が物理かっていうと、銀河の中心あたりに行くと暗黒物質がすごくたくさんあるんですね。で暗黒物質が対消滅して対消滅するんですけれども、実は、そこに非常に強い力が働く場合があって、普通に考えられているよりもものすごく高い率で対消滅する、消滅して信号を出すっていう場合があるということを明らかに したんです。でこれも基礎的なシナリオの一つとしていろんな人に認識していただけるようになりまして、割と引用件数が多かった研究なのかなと思います。で、どうしよう、時間足りないよね。最近ですね、やっぱり暗黒物質との関係で長寿命粒子の研究とかも盛んに行われています。で私もこれに関するような研究をやったことがありまして、これが東京大学の浜口先生なんですけれども、この先生と一緒に、
暗黒物質が、なんていうんですかね、かなり長い距離を飛んで測定器に軌跡を残すとかいうような場合の研究とかもやって、やったりしました。でちょっと飛ばそうかな、あと2分ですよね。で、その後ですね、KK に戻ってきて、しばらくするとですね、原子炉事故が、大丈夫？じゃあ、ちょっとここだけ少しゆっくりめに話させてもらおうかな。一つ戻ろう。KK に戻ってきまして、それ戻ってきたのが2005年なんですけれども、その頃からもう少し LHC 実験の LHC 実験の中にで起こっている量子いろり気学 QCD っていわれるメカニズムについて研究するようになりました。で LHC 実験っていうのは始まる前は非常に懐疑的な見方が多くて、で何がいけないかっていうと理論のデータと理論の予言と実験データが合わない、で合わないことによって発見力が下がるっていうことがありました。 LHC 実験が始まった頃にはもうみんなそれを理論としてどういうふうに記述したらいいかということがよく分かっていなかったんですね。でその頃ただこれが理論が非常に進展しまして、で特に私はこのウェバー先生っていうこちらの先生と一緒にそのジェット高エネルギー実験で記述されるQCD で記述されるジェットの物理っていうのをを使った新粒子の探索とかっていうのも随分一生懸命やりました。で、2011年なんですけれども、この頃になると震災が起こって、で私の研究生活ってだいぶ変わってしまったように、この後からだいぶ変わってしまったように思います。皆さんもご存知のように原発事故がありまして、で皆さん非常に放射線に対して不安な気持ちが起こったので、測定器を買って、で実際に測ってみると値が上がったり下がったりするので非常に混乱しました。で当時ですね、一般向けのイベントとして例えば一般講演もやりましたし、それから八谷さんという方と一緒にガイガーカウンターミーティングっていうのを KK と共催でやりまして、でみんなで集まって放射線を測ったりしました。で八谷先生が鈴木みそ先生を連れてきてくださって、で解説漫画もを書いてもらったりしました。でこれ解説漫画なんですけど、ここでちょっとブスッとしているのが私で、その頃みそ先生は私と長いことその漫画をやるっていうことを考えていなかったので、だいぶカリカチュアしてされて書かれています。それから食品測定、食品の中の放射線の測定とかっていうものも高松ベクミ柏のベクミルの高松さんから相談を受けまして、で津田さんとか早野さんと一緒に食品測定の解説っていうのをニコ生でやらせてもらいました。でこの時は本当に大変皆さんにお世話になりまして非常に感謝しております。で、じゃあもう時間あまりないと思うので、あと何分ぐらい大丈夫ですか？大丈夫？で2009年から LHC が始まりまして、で全ての粒子の質量を説明するヒッグス粒子の発見というものがありました。で他にも何が出てくるかなってみんな一生懸命データを見ていると、750ジェブという非常に重いところに光がバーンと2つ出てくるようなイベントがいっぱい見つかるっていうことがありました。それがこの図のここら辺のところにピンとピークが立ってるやつなんですけれども、でこうすると世界中で300本ぐらい の論文がほぼ同時に出たりして、で私も2本ぐらい書いたんですけれども、ついていくのがとっても大変なんですね。でアノマリって言って、こういう予定してないところにこう何かが見える時っていうのは非常に注意しないといけなくて、で最近でも例えばミューオンとか B 中子監視とかの
性質に面白い現象が見えていて、でこういうものは今 KEK とかでも一生懸命研究されています。で当時世話した学生さんたちって この辺に写真もらってきて貼ったんですけれども、今海外で研究教育されている方もいて、で今こういう時にコロナの時期ですから、とっても皆さん苦労されていて、いきなり職場に行けなくなって家で子どもさんたちと一緒に研究をするとかっていうことですごく苦労されていて、そういうお話も最近はよく聞いたりします。で最近は深層学習とかを私自身はやっていまして、でトップクォークとかヒッグス粒子とかの性質を調べるためにこういう粒子の動定力を上げていかないといけないんですけれども、これに深層学習が大きな貢献をしているということ事情があります。で特徴量はこれを分類する上での特徴量が何かっていうことをきちんと理解するっていうことのための研究をしているっていうのが一番最近のところです。で最後にですね、これはやめて、ちょっとだけ動物の話をしたいと思います。これは夏休み自由研究みたいなやつなんですけれども、私はそもそも動物行動学をやりたかった、コンラート・ローレンツ先生がの本とかを読んですごい動物が飼いたいと思っていました。で今満州に住んで、で猫を飼っても良くなったので、このミーヤさんっていうのとハルチャっていうこの2匹の猫を飼っています。それ以外にですね、最近は出張から帰ってくるとベランダに鳩がいたりして、それでこういう可愛らしい赤ちゃんが最初はいたんですけれども、こういう化け物に変わるところとかいうのを見てすごい知りたくなりまして、毎日糞掃除をしたりとか、監視カメラを導入して鳩が一体何をやっているのか観察したりとか、でそうすると大体彼らの気持ちも分かってくるんですね。水が欲しいとか枝が欲しいとか子育てが大変とか、みんな工夫しながら生きているわけです。で今年もやってきまして、もう鳩だけは絶対に許さないぞって思いながら暮らしてますけど、鳩自身は可愛いわけですね。これ何をしているところかっていうと、ひなが2匹いるんですけれども、お母さんがご飯をあげようとするんですけども、ともかく自分が食べたい一心なわけですね。でパタパタパタっと羽ばたいてると、自分が体が動くのに気がついて、ちょっとなんか目的が変わったりなんかしてるんですけれども、こういうところもとっても可愛いなと思いつつ、もう絶対に許さない、ハートだけは許さないと思ってます。で最後にですね、コロナの話を少ししたいんですけれども、私は随分長いこと海外の方と一緒に研究してきまして、あちらには素晴らしい研究者の方がいっぱいいるんですけれども、でもこういう状況になった時に、やっぱりアメリカにしてもヨーロッパにしてもコロナのコントロールには失敗したんですよね。で人口の大体 10% ぐらいが感染してるわけです。でこれがやっぱり一番効いているのは社会格差っていうことでして、なるべく多くの人が状況を理解できるだけの教育を受けるっていうことで非常に大事だなと思っています。であとインターネットの力っていうんですかね、やっぱりみんなで情報を共有して、いろんなことを考えることで、例えばワクチンも早くできたし、どういう危険なものが できてきてるかということも分かってきてる。で、それはいいんですけれども、で一方でエコーチェンバーっていうのか、都合のいいことだけ聞いて、で基本的なその知識や思って判断できる人が少ないと、やっぱり難しいのかなって。こういうのは学術的なスキルなので、みんなで学術研究の経験をしてくれるっていうことは非常に重要なことだと思います。であとは今指数関数的に敵が増えているところですから、リソースをリソースを増やせとかいう話よりも まず先に感染しない、感染させないという行動を心がけていただければと思います。以上です。すいません、長くなりました。やっぱり無理だった、はい、はい、発表ありがとうございました。ノジネさん、ありがとうございました。本当に先生の学生時代 の物理学を志すところから
今に至るまでのすごくこう変遷というか、まあ、海外に行かれたり子育てをしたりしながら、まあ、それで研究を続けるというそういうお話を聞けましたね。うん、はい、いやそうですね、私としてはやっぱりヒッグス粒子の話の中すごい興味深いところで、野次先生、野次先生ありがとうございました。申し訳ない、非難合合なのかね。いや全然全然ありがとうございます。発表ありがとうございます。そうですね、なかなかこうマスクもあって発表しづらい中だったと。いや息が上がってくるんですよね。使わせてしまいました。でもしてないと危ないから。いやいや全然ありがとうございました。はい、タイムラグだ、懐かしい、ずれるんですよね時間がね。そうですね、ちょっと映像のものと今表示されてるものでちょっと違ったりするんですけども、はい、はい、すみません、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。じゃあ、続きましてっていう形になるんですけれども、はい、このまま続けさせていただきまして、メンターの皆様による発表と移らせていただければなと思っております。はい、私の声大丈夫ですかね。菊川さん聞こえますでしょうか。今音声聞こえるようで。はい、聞こえてます。こちらの音声大丈夫ですか。あ、はい、大丈夫です。ありがとうございます。じゃあですね、これからZoom で のメンターの皆様の発表と移らせていただければと思いますので、じゃ あよろしいですかね。はい、じゃあ、日向さん、じゃあすいません、早速発表お願いできますでしょうか。よろしくお願いいたします。はい、すいません、一発目ということで緊張しておりますけれども、発表の方させていただきます。私は今、兵庫県にあります丹波市教育委員会というところで学芸員をしながら兵庫県立大学大学院の客員研究員ということでちょっと研究もさせていただいているものです。よろしくお願いします。まず一つ目に、地域の課題を知るということで、私のフィールドは、兵庫県の丹波篠山市という黒豆とか丹波栗とか山の芋とかそういったところが有名な地域になってます。で、ここではまず一つ目に、まあ、皆さん研究する根底というかにあると思うんですけど、まあ、地域の課題とか何か抱えている課題を知って、でそれでその課題解決のために活動する、まあ、研究活動するっていうようなことかなっていうふうに思ってまして、まあ、そういったところをお話しできたらなと思っています。よいしょ。で、まず初めになんですけれども、皆さんはなんで研究に興味を持ち始めましたか、なんでその研究をしたいと思っていますかということで、私は農学出身なんですけれども、その農業の知識とか技術を生かしてその地域の課題を解決できないかなと思ってこの研究活動を行いました。ごめんなさい。で、BBL 学習っていうのが最近結構言われてると思う、最近でもないけど言われてると思うんですけど、問題解決型学習とか課題解決型学習ということで、この丹波篠山市の一つの課題というのが放置竹林っていう問題があって、画面にも出てるんですけど、赤い矢印で示しているように、たくさん市内に至るところに竹林があるんですね。で、竹林があると、こいつらはまあ何もしないと拡大していって、どん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 山林を侵食していって、景観破壊していくとか、いろんな違う問題もね、引き起こすということで、これを何とかしようということで研究を始めました。で、続いて、ですね。ごめんなさい。こっちか。はい。地域に抱える課題解決に向けてどういうことができるかということで、竹林に着目して研究をしたわけですけれども、まあ、地域資源として捉えて、いろんな活用ができないかというふうに考えました。で、画面の中ほどにもあるんですけど、竹は結構伐採するのも大変ですし、処理するのも大変なんですけれども、竹の破砕機っていう機械があるんですけど、機械を使って粉にする。で、粉にしたものを畑に撒くとか、堆肥にするっていうことで、ですね、何か農業に利用できないかということで、研究をしました。で、まあ、いろんな、これも発想というかアイディアがいるのかなと思って、ただまあ竹の粉だけだと何もできないので、ちょうど良かったのは、下水汚泥っていう、あれですね、皆様のまあ排泄物のを、乾燥させた後の乾燥汚泥っていうのがあるんですけど、そういったものと組み合わせて堆肥化するとか、他の地域資源と組み合わせて堆肥化して、まあ、農地還元、まあ、地産地消っていうわけじゃないですけど、還元していこうというような取り組みです。まあ、あとはその竹を研究発酵させて、ですね、竹サイレージ、サイレージって言ってその餌ですね、家畜の飼料として使えないかというようなことを研究しました。まあ、成果はここ書いてある通りです。で、次ですね。で、分野変わるんですけど、もう一個研究をしていて、何かというと、園芸療法っていうのをやってます。園芸療法っていう言葉は皆さんご存知でしょうか。と簡単に言うと、植物の力を使って、心身機能ですね、心とか体、身体機能、社会性の回復や維持を目指す療法というふうに言われています。で、
書いてある通りなんですけれども、まあ、植物を使って、まあ、みんな元気になりましょうということです。で、これもいろいろ研究が進んできていて、まあ、一番左側は高校生と高齢者の関わりによって、まあ、心理的な機能がどう変わっていくか。で、2番目の写真はアロマテラピーですね。あの香りという力を使ってストレスとか認知症予防とかそういったことに機能がどう変わっていくかということ。で、3つ目の写真。右の写真は農作業ですね。農業園芸の作業っていうのはすごく体を使うんですけれども、それで運動強度、メッツですね、っていうのを測定して、それをもとに、例えば1週間これぐらいの農作業をすれば健康維持とか日常予防につながりますよっていうプログラムを提案したりとか、というようなことをしました。これも研究成果、また見ていただけたらなというふうに思っています。で、次。まあ、その、運動強度のところだけちょっと詳しくなんですけれども、まあ、じゃあ農業をすると、農業がまあ、日常予防とか健康維持になるのかっていうと、ですね、まあ、高齢者の方は1週間に10メッツ、ポツジの運動が健康維持に必要と言われてるんですけど、じゃあなかなか高齢者の方に、じゃあずっとウォーキングしてくださいとか、デイサービスとか、老人介護保健施設の中を15分も20分も30分もずっと歩いてくださいっていうと、なかなか続かない。でも農業とか園芸っていうのは、まあ、いろんな楽しみがありますよね。目的があります。収穫ができる、達成感が味わえる、植物と触れることで自分も健康になれる。そういったことを、そういう利点を生かして、園芸活動とか農作業がすごくいいということを検証しています。で、実際に真ん中にあるんですけど、このオムロンっていう機械。これはを測る三軸加速度センサーが入っている機械で、真ん中のやつは、胸に貼るパッドなんですけど、これで心拍数とか、皮膚の表面温とかを見てます。まあ、この2つはすごく低侵襲、低負荷のデバイスということで、対象の方にも、あんまり辛い思いをしなくても、ちゃんと効果が測定できるというようなことで使ってます。で、まあ、これで先ほど申し上げたように、園芸活動すごい有効ですよっていうような、エビデンスを得ることができました。で、もう一個、これも最近の話なんですけれども、農福連携というのも聞いたことあるでしょうか。これは、障害者の方とかが農業分野で活躍することを通して、これも自信とか生きがいを持って社会参画していくという取り組みになっています。で、これも始まったばっかりの取り組みです。僕も今は別に研究、何かこれについてしてるわけではないんですけれども、これから明らかにしたいことというところで、いろんな研究が行われています。しかし、実践現場で臨床的な研究っていうのはまだ少ないということで、農福連携に取り組んでいる人を対象に、どんな農作業が適しているのかとか、どんな作業時間とか、どんな作業の説明を障害者の方にすれば効果的なのかみたいなのを検証したいなというふうに思っています。ということで、すいません、だいぶ走りましたけど、私の発表は終わりです。ありがとうございました。はい、菊川さんありがとうございました。非常に興味深い発表だったんですけれども、一応ですね、この後、まあ、3人ごとに発表していただいて、で3人ごとにちょっとずつ、まあ、私たちとあとは野尻先生からコメントといただければと思っておりますので、そんな感じで進めさせていただければ幸いです。はい、よろしくお願いいたします。じゃあ菊川さんありがとうございました。はい、じゃあ続きましてですね、はい、続いてになるんですけれども、木村さん聞こえますでしょうか。はい、こんにちは。聞こえておりますか？あ、聞こえてますね。はい、ありがとうございます。はい。あ、ビデオオンにしていただけますか？あ、ちょっと待ってください、ね。あ、はい、大丈夫です。はい。ですね。はい、ちょっとズームで。ビデオ見えておりますか？大丈夫ですか？あれ、ビデオが？あ、どうですか？ありがとうございます。リアルですね。可愛い耳がついておりますが。これリアルに動きますからね。そうですね。じゃあ、はい、画面共有していただいて、はい、ありがとうございます。大丈夫ですか？はい、そうですね。そのまま、あ、大丈夫そうですかね。じゃあ、発表を始めさせていただいてもよろしいですかね。あ、はい、フルスクリーンにしていただいて、はい、大丈夫です。お待ちくださいね。お待ちくださいね。今の方では、こちらでいかがでしょうか。あ、はい、大丈夫ですね。はい、では発表を始めさせていただきます。はい、皆さんこんにちは。はい、私は木村翔吾と申します。名古屋工業大学大学院情報工学専攻博士後期課程の加藤翔平研究室というところで感性工学と認知科学について研究しております。今回の題名は凄耳顔表情拡張の可能性ということでお話しさせていただきます。よろしくお願いします。まずはじめこちらが私の
簡単なプロフィールです。私は青森県出身でですね、今は名工大におりますが、前所属は JIST 北陸先端大でですね、AR、VR、そしてメディアアートを研究しておりました。研究領域は科学標準確定とか、まあ、認知科学、感性工学やっておりました。私の詳しいホームページの情報はホームページとか、リサーチマップとか、ラボのホームページから見てくださいね。お願いいたします。でそんな私ですが、まあ、真面目なことも結構やってるんですけど、属性としてはパリピ、お祭り人間で、ハロウィンコンテストで過去に日本一4回なったことがありまして、趣味はものづくりと造形、サイクリングぷよぷよです。この写真はですね、私青森県出身ですので、毎年青森ねぶた祭りに14回15回参加して羽人として参加してます。でこの真ん中の入れ歯の写真ですが、これ全部自分で手作りしたハロウィンの入れ歯の造形物になります。でこれで日本一にもなっています。で今回の、研究室の研究のアジェンダになります。はじめに、概要としました。非言語コミュニケーションより感情は伝わることがありますが、表情の変化で相手の感情を読み取れる場合もあります。しかしうまく表情が伝わらない場合もあります。研究の目的です。言語化しなくても人同士のお互いの気持ちが通じ、より意思疎通が可能になる感情の可視化システムを開発することです。発話者同士の相互理解を深めることが目的です。人間拡張や身体拡張ではなく、感情、表情の拡張が目的となります。背景です。人の空気を呼ぶのに表情がシグナルを受け止める、失礼しました。場の雰囲気が読むために必要であると日高らが提唱いたしました。こちらがそちらの図になります。そして手術中の猫が痛みを感じたときに、平常時より表情を拡大し、耳を常に立てるなど、痛みを鳴き声以外で伝達するのをルーランと氏が提唱いたしました。こちらがその、まあ、AI の解析結果の写真になります。これらにより表情は受け手の決断に密接に関わり、言語では伝わりきれない状態を受け手に伝える方法であることが理解できます。概要になります。本研究では簡易デバイス凄耳を用いて眉毛の動きから表情を拡張することを検討します。そして本デバイスの使用により人がお互いの気持ちを理解しながらコミュニケーションを取ることが期待されます。関連研究です。関連研究1、パフューマイブローです。こちらはサーモクロミックを使用しまして、眉毛の太さと目尻の上下を変化させ感情を表現いたします。関連研究2は感性アナライザーになります。こちらは脳波検測のヘッドケアと iPad のみで実施可能です。そして場所を選ばずに計測ができます。で関連研究3、猫耳です。ちょっとここちんこぼんじゃん、ごめんなさい。こちら猫耳は脳波を用いて喜怒哀楽を表現しております。喜怒哀楽の感情情報を猫耳の動きに反映します。提案手法を説明いたします。こちらが凄耳になります。凄耳の装着時はこのようになります。これから動画を流します。お願いします。大丈夫ですかね、動画の方。こちらで流しますかね。動画大丈夫ですかね。あ、そっか、画面共有を一回ちょっと。じゃあ画面共有をオフにしますね。すみません。今、こちらの研究の動画を流させていただきます。について説明いたします。眉についたクリップがワイヤーを通じて頭部に装着した板に伝わります。そして板が上下して稼働します。強調された感情表現を相手に伝えます。
凄みに予想機構が装着することでより良いコミュニケーションを促進します。凄みには興味あることに反応して耳が上がります。嫌なことに反応して耳が下がります。うなずく代わりに耳をパタパタさせたりすることもできます。凄みを通じてのコミュニケーションでもっと親密になれるかもしれません。人と人の気持ちが通じやすくなる社会になれば良いと思います。じゃあ画面共有もう一度やらせていただきます。凄耳の構造について説明いたします。こちらプラスチックの耳、こちらプラスチックの耳の板がヘアバンドにくっついております。このヘアバンドをくっついてているのがこの3番の針金になります。そしてこの耳の先にありますこのクリップがついて眉毛に装着しています。猫耳と凄耳の比較です。猫耳と凄耳が具体的に生体信号であり物理的信号で、制御は滞在意識、そして凄耳は意識的になっております。印象評価実験をさせていただきました。こちらまあ結構めんどくさい、ま、時間があれなんですけれども、まあ、演者になります方のそのビデオを流して実際に実験をしましたということです。実験の方法としてはこの1,2,3 のこの猫耳に凄耳をつけた状態、動物を制した状態、そして頭部に何も装着しない状態でビデオを流しました。こちらが実際にズーム上で実験をした様子となります。分析方法はマイクロソフトフェイス API を用いて8種類の感情情報を解析いたしました。怒り、悲しみ、軽減、恐れ、幸福、平穏、悲しみ、驚きについて解析いたしました。ビデオはこの平常、怒り、悲しみ、喜びについて分析いたしました。こちらが1番からこの12番まであるこのビデオを、平常、怒り、悲しみ、喜び、耳なし、動的耳、凄耳ですね、静的耳、何動かない耳について比較しいたしました。ビデオはこのように流しました。実験結果です。マイクロソフトフェイス API を顔表情により8種類分析結果になります。こちら全被験者のみでちょっと今回紹介させていただきます。一番変化が高かったのは、こちらの8番の耳の状態となります。そして2番目に高かったのは何もつけてない状態で、平常の状態が2番目にハピネスが高かったです。3番目は平常心の状態で、悲しみの表現が3番目に高かったです。考察です。アンケートの自由記述による比較となります。女性では肯定的な回答が 78.5%、 そして男性では否定的な回答が 10.3% ありました。男性よりも女性の方が凄耳に対して肯定的な印象を抱く割合が高かったです。こちらをちょっと省かせていただきます。自由記述解析もちょっと省きます。まとめと今後の展開です。凄耳があった方がより相手に喜んでいる様子が伝わりやすいです。男性は否定的な意見が6割、女性は肯定的な意見が8割でした。今後の課題です。自由記述を AI テキスト判定システムを用いてより客観的な判定を検討します。男女及び年代の幅を20代から60代まで用意し、幅を利かせることを目的とします。以上で発表を終わります。ご清聴ありがとうございました。はい、木村さんも発表ありがとうございました。はい、お疲れ様です。もうね、その発表していただいた耳を今日つけていただいているという形で、はい、はい、ありがとうございます。はい、すみません、失礼しました。ちょっと理解うまくいかなかったですね。全然そうでもないです。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、はい、すみません。じゃあ早速ですね、続きましてという形で続けさせていただければなと思います。はい、川村さん聞こえますか？はい、聞こえます。はい、ありがとうございます。
じゃあ、河村さん、画面、あ、そうですね、ビデオオンにしていただいて、で、ビデオオンにしたら、多分映るかな。あ、映りましたね。はい、ありがとうございます。大丈夫ですか？はい、で、あと画面共有もしていただいてって形ですね。よいしょ。で、こいつをフルスクリーンですね。あ、いけそうですね。はい。フルスクリーンにしていただくと、いけそうですかね。これどうでしょう？あ、いけそうですね。はい。大丈夫ですか？はい、ありがとうございます。じゃあ、すみません、よろしくお願いします。ちょっと待ってね。よいしょ。うん。はい。はい。ご紹介いただきありがとうございます。東京理科大学理学部第一部数学科の、河村という者です。快活クラブからお送りしております。本日はお招きいただきどうもありがとうございます。研究トピックをね、4つほど小脇に抱えてやってまいりましたけれども、どっちかというと、私が、自身がね、中学から高校にかけて何をどうやっておったのかという自分語りを主にさせていただければと思います。スライドは一応こうやって表示しておりますけれども、まあ、これはあくまでね、その、口頭じゃどうやってもお伝えできない数式とかを、まあ、記しておく場所に留めようかと思っております。まずここに映っております、バウンズの多重ゼータ関数というものがあります。いや、これをですね、いわゆるそのゼータ関数というやつの一つでして、有名どころで言うとそうですね、まあ、リーマンのゼータ関数というのがありまして、まあ、リーマン予想と書いてね、0.2 の2分の1かどうたらといって研究されておりますけれども、まあ、私がやっておったこのバウンズの多重ゼータというのは、ちょうどそれに変数をね、そのオメガ1、オメガ R とか W とか書いておりますけれども、いくつか増やしたというものに当たります。数学科ですと、学部1年生でガンマ関数っていうのを習うんですけれど、まあ、あるクラスのゼータ関数からガンマ関数が自然に現れるみたいな研究を、私がしておりましたと。で、ここに映っておりますガンマ関数の、一般化、2つ目のね、M、ガンマ RK というやつ。こいつの M と K が小さいケースっていうのは散発的な研究がすでにあったんですけれども、私は確かその高校1年生か2年生かの頃ですね、M と K が一般のケースやったら全近表示がどうなってるのかみたいな研究を主にしておりました。で、あ、ちょっと待ってね。よしよし。うん。で、ということで、ここで一トピック終わりまして、次はちょっと趣向をずらすことにいたしましょう。多重ゼータ値という話をちょっとさせてください。さっきは多重ゼータ関数という話をしてたんですけれども、今度は多重ゼータ値値ということで、文字通りその関数の特殊値という話になってくるんですね。多重っていう形容詞をまあ同じようにひっついてはいるんですが、まあ、その方向性もちょっと違っていて、まあ要はさっきのとは全く別もんやと。じゃあなんでこんな話を突然するのかということになるんですけど、まあこれはここに書いてある相対性、デュアリティという定理が原因になっております。まあご覧の通り反復積分が分かったらまあすぐに分かるというようなまあ簡単っちゃ簡単な定理なんですけど、実はこれがね、積分を縛りプレイをやったとしてもコネクターという道具を用いたら示せるという結果が、まあ、ほんの2019年、2年前ですね、に発見されまして、私高校3年生になって当時別のことやってたんですけどもね、これとは違う。その時の研究してたトピックがまあ偶然にもコネクターとまあ密接に関連するということが分かった。そういう数学のご縁もありまして、まあコネクターの発見者、まあ発明者の方と共同論文を書くことになったんです。まあ、今年の3月にネットに出ましたんで、まあ、興味のある方は読んでいただければと思います。で、次。またまたちょっとトピックがね、目まぐるしく移り変わりますけれども、3つ目。今度はさっきの多重ゼータ値に有限という冠をつけて、有限多重ゼータ値というタイトルになっております。まあ、さっきのは実数で考えてたのを、素数 P で打ち切った有限の物を考えようというお話になります。まあ、これはもう物自体が新しくってですね、まあ、定義は金子さんとザキエさんによって10年前だかに与えられたばっかりなんです。でその先ほど言いました多重ゼータ値の研究と並行してこの有限というやつにも私興味があったんですけれども、まあなかなかそのご縁というのはすごいものでですね、その先ほど言った共著論文の共著者の方がなんと、その博士論文、ご自分の博士論文をこの有限の世界について書いていたという事実がありまして、まあなかなかスムーズにそれを用いて勉強できたかなと思います。で、さっきコネクターという言葉出したんですけれども、まあ、ほとんど同じような手法をこの有限という世界でも使えまして、まあ、実際ここに出ているホフマンズデュアリティというのがコネクターで最小限与えられるというようなことも見つかっております。よいしょ。で、まあ、ちょっと早いもんで最後のトピックですね。まあ、時間も限られておりますし。これ以上にちょっと多重ゼータっていう話ばっかりするのをちょっと忍びないんですけれど、まあ、対象っていうね、冠がついたのもありまして、まあ、これは実数における対象でして、まあ、さっきの多重ゼータ値に戻った感じですかね。まあ見た目だけやったらそのさっきの有限素数とかいうのは全く関係ないんかなというちょっと気もいたしますけれども、まあこれは数学のなかなかすごいところでして、なんとその有限っていうさっきのスライドで言ったやつと対象の多重ゼータっていうのは全く同じ関係式を満たしているだろうということが予想されてるんですね、これ。金子崎予想っていう名前がついておりまして、まあこの世界という割と有名な未解決問題でございます。まあこういうことも高校の時に勉強を始めたんですけれどもね。まあこれまたすごいご縁というのがありまして、まあ、私らが共著論文を書いてる間、私は高校3年生の9月かなに、共著者の方が、さっき言った共著者の方が、この対象多重データに関するなかなかすごい論文を発表されまして。まあということで、再びさっきの有限のケースと同じように私がその心強い、まあ、仲間というか、先輩のサポートを得て勉強できたということになります。まあということで、
この、まあ、数学の話としては以上になっちゃうんですけども、私の今日のお話、中高生の皆さんが、まあ、研究を志すにあたって、まあ、参考になるかもしれないということが、まあ、一つあるとするならば、やっぱり、まあ、数学のご縁というのは、なかなかすごいもんやということになりますかね。まあ、なんというか、お坊さんのお説法みたいになっちゃいましたけれども、まあ、私の発表はこれでおしまいとなります。ご清聴ありがとうございました。はい、川村さんもありがとうございました。はい。はい、これでひとまず3人発表していただいた形になるんですけれども、はい、森内先生、はい、ここまでで3人お話聞いて何かちょっとこう気になったとかこれが面白かったとかっていうのがあればもしコメントいただきたいんですけれども、キッカーさんのお話はやっぱり具体的に体の絵の負荷を測ってっていうところが面白いなと思って、で木村さんのやつは私猫耳持ってるんですけど、ただあんまコミュニケーションの道具として考えたことはなかったんだけど、海外に行く話をさっきしたじゃないですか。それであのあなたは表情がないとかって言われるんですよね。日本人ってよくそのどんなに頑張ってもあなたは表情がないとか淡々としているとかって、で相当ギア上げていくんですけども、それでもやっぱり消極的に感じられるので、まあ、海外で猫耳をつけるっていうわけにはいかないと思うんですけど、例えばそうでしょう、どうしますかね、その外国向けのその動きとか顔の表情になってるか、そのチェックするアプリみたいなものはもしかすると有効なのかもしれないのかなと思って見てました。で川村さんは高校、まあ、これは質問なんですけど、高校の時からやっておられるっていうことだったんですけど、どういう理由で興味を持ったのかなと思って聞いていました。以上です。いけますかね、すみません。川村さん今ちなみに、はいはい、ご質問いただいても回答できたりしますか。ありがとうございます、はい、高校の時からやっておったということで、なんだ、まあ、どういう理由でということですか。うん、きっかけ、まあ、そうですね、何だったかな、もうそんな最初は読み物というんですか、うん、本当に数学の込み入った内容じゃなくて、うん、なんつうか一般向けの読み物っていうのを中学の時に読んで、うん、まあ、そういつもなかなか面白い、数学ってのは面白いんじゃないかっていう気がにわかに出しまして、まあ、それから高校数学の勉強ちょっと一足飛びにやって、まあ、もう気ぃついたらゼータ関数っちゅうのがあるんやという気持ちになってましてもうそれからは一辺倒という場合でございます。はい、ストレスでも使うんですよ、ああいうの。見たいです。なんかお話はよく聞くんですけど、ストリング理論とかで、うん、だから新しいゼータ関数が出てくるって、どうストリングだったらどういうところで使われるのかなとか思いました。分かったらぜひ教えてください。はい、いやもうだいぶやっていないので、はい、ありがとうございます。はい、すみません、ありがとうございました。はい、じゃあ、このまま引き続きですね、はい、発表の方を続けさせていただければなと思っております。はい、続きましてなんですが、マスディさん聞こえますでしょうか。はい、聞こえます。あ、はい、ありがとうございます。それではですね、ビデオ、あ、はい、オンにしていただいて画面共有もお願いできれば幸いです。あ、いけてますね。はい、それじゃあこれ返しますがいいですか。あ、そうですね、そこで、はい、あ、ありがとうございます。はい、大丈夫そうですね。まあ、自分が、じゃあ始めさせていただきます。自分は京都大学理学部理学科所属の増利和樹という者です。で、しばしばやってることは数学をやったりして、まあ、さっきの川村さんともかなり、まあ、かなりというか、まあ、近いところあるんですが、まあ、でも整数論を結構やっている感じで、でもその整数論というのは何なのかって話なんですけれども、まあ、その名の通り整数についての性質を調べるという学問になってます。でもそのメジャーな方向性としては2つあって、どういうのがあるのかっていうと、方程式の、まあ、例えば整数解を考えてみようみたいな、そういう方向性もあったりとか、まあ、もしくはなんか素数の分布みたいなものを解析してみようみたいな、そういう方向性もあったり、まあ、なんか大雑把に言うとそういう代数的な方向と解析的な方向とみたいなものが、まあ、よく知られてますね。
で、なんか自分は代数的な方とかやってるんですけれども、そういう解析的な方だったら、さっきの川村さんがおっしゃったみたいな、ゼータ関数とかを調べると素数の分布とか変わりがあるみたいな、なんかそういう話にもなってきます。なんかここに具体的な方程式書いてあるんですけど、なんかこんな感じの方程式が面白かったりするよ、みたいな感じの例ですね。はい。で、次に代数学。まあ、なんか数学の分野をちょっとなんか適当に、なんかさっきは川村さんはなんか特定の多重ゼータ近周りみたいな感じですけど、まあ、なんかちょっとざっくり、ちょっと外観じゃないですけど、見ていきたいなみたいな感じで。で、代数学ってのは何かっていうと、まあ、その名前の通り、数の代わりって、まあ、代数って書くんですけれども、まあ、それは何かって、その数ってよく足し算とか引き算とか掛け算とかも何にせよ、演算が構造として兼ね備えているみたいな、そういうものをだと思うんですけれども、なんかそういうのを整数、有理数だけじゃなくて、なんか一般的に、なんかここ2行目に書いてますけど、多項式全体だったら足し引き掛けができたりみたいな感じで、なんかそういうのを扱ってみようみたいな。で、なんかそういうふうに一般化すると、そのすごい面白いエグザンプルっていうのが大量にあることに気づいてきて、なんかそれを見ていくのも面白みの一つかなと思っています。で、次に代数幾何学っていうやつ。これはなんかその整数論との関連もめちゃめちゃ強いんですけれども、例えばなんか円って例えばその式で書こうとしたら、まあ、なんか x の2乗足す y の2乗イコール1みたいな感じの、そういうまあ関数のグラフを書くとこういうふうに円が出てくるんですけれども、なんかそういう形でグラフを書くことによって、方程式っていう代数的なものと円っていう幾何学的なものが結びつくんですね。で、この時にその代数的なものを幾何学的な、その回空間っていうのを幾何学的に調べようっていう。そうすることで、そのさっき言った整数論でその代数的な方面で方程式を解くみたいなことが、そういうアプローチがあったと思うんですけれども、そこと幾何学が結びついてくるっていう。なんかそういう面白さがありますね。フェルマーの最終定理とかも実はなんかそういう数論的な幾何学を使って解かれたっていう、そういう経緯があったりします。で、最後に紹介するのはトポロジーっていう学問で、トポロジーっていうのは空間についての学問ですね。で、空間についての学問って何なんだって話なんです。例えば、例えば、穴が何個か、3個ぐらい空いてるような浮き輪があって、その表面みたいな、そういうのをなんか曲面みたいな感じで、なんか、まあ、そういうものを研究するみたいな、なんだろうな、例は、例えば、コーヒーカップとドーナツが同じ形をしているみたいな感じがあるんですけれども、空間っていうのはなんかその、それくらいの変形を許すような対象で、なんか、そこに、を調べていくみたいな感じ。で、よく昔から知られている話題としては、曲面の分類みたいなのがあって、ある種のいい曲面っていうのは、さっき言った穴が3つ開いた、なんか曲面みたいな、なんでそんなものを急に言い出したんだって話なんですけど、そういう穴の個数で分類できるっていう話があって、まあ、これはなんか種数って呼ばれる量で、昔から知られてるんですけれども、なんかそういう有名なことがあって、じゃあ2次元の場合は分かったけど、3次元の空間、4次元の空間はどういうふうに分類されるんだって、なんか気になるところなんですが、それってなんか実は今でも研究が盛んなテーマで、すごい、そうなんですね、分からないこともめちゃめちゃあるっていうか、もうすごいホットな話題ですね。で、さらに高次元だとどうなるんだみたいな、なんかそういう話もいろいろあります。例えばなんか、そうですね、なんか、100万ドルかかってるような、なんか、なんだっけな。なんかミレニアム予想で解かれたやつありましたっけ。なんかペレルマンが解いてるやつがあるんですが、なんだったかな。幾何化予想ってやつだったかな。みたいなのも3次元の多様体についての話、なんか予想の一つだったりして、まあ、とりあえず何が言いたいかっていうと、めちゃめちゃトポロジーは熱いんだということが、まあなんか、見てるね。はい。まあ、これが大体なんか、その数学の話題について、まあなんか、全然言ったわけじゃないんですけれども、ざっくりと紹介するならこんな感じかなというふうになります。発表以上になります。はい、マスギさんもありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、じゃあもう早速続けてっていう形になってしまうんですけれども、佐々木雄二さんを聞こえますでしょうか。はい、聞こえます。ありがとうございます。はい。音声も大丈夫そうですかね。はい、ありがとうございます。じゃあ画面共有していただいてお願いできれば幸いです。はい、わかりました。はい。あ、大丈夫そうですね。はい、はい、はい。
はい、では慶応義塾、はい、初めてですかね。はい、お願いします。はい、慶応義塾大学環境情報学部の佐々木と申します。よろしくお願いいたします。私はユーザーインターフェースの、専門なんですけれども、まず、私事になるんですけれども、どうして私がプログラミングとかを始めたかというところ、まあ、せっかく高校生が見ているかもしれないですので、まあ、分野に問わず共通して参考にしてもらえるかもしれないような話をできればと思っております。で、私のプログラミングの出会いっていうのは、小学校の時の図書館で見つけたウェブ制作の本だったんですね。で、その本だと、HTML で画面を作ることしかできなかったと。で、もっと複雑なフォトショップみたいな、そういうソフトを作ってみたいっていう気持ちがあって、まあ、学習を始めました。で、最初はプログラミング言語早いみたいな感じで、Google で検索して、Visual C++ っていうのがあるんだということを知りまして、それで、まあ、Windows アプリを作るというので、勉強していきました。そんな感じで、小中と来まして、高校では数理科学部っていう学校の部活に入りました。で、この部活は数学の研究やってる部活でして、まあ、毎年大量の論文とかを出しているところだったんですね。で、まあ、世界的な数学雑誌のインテジャーに載せてもらったりとか、なんか最年少で日本数学会のメンバーになった先輩とかいたようなクラブだったんですけれども、で、まあ、ウルフラムリサーチの、スティーブン・ウルフラムさんに認めてもらってたりとかいう話を聞いたことがあります。で、このクラブのモットーが世界のナンバーワンを目指そうというのがありました。で、まあ、この部活は成果をまあ出してたんですけれども、メンバーは全員最初からなんか天才みたいな人がいっぱいいるわけではなくて、むしろ落ちこぼれみたいな人が結構いたんですね。で、まあ、これをどういうふうに実現できたのかっていうと、まあ、ずっとクラブの教えというか極意みたいなのがありまして、この3つありました。まだ誰もやってないことをやれと。で、複数の分野を融合させると。で、最後に世の中にちゃんとアウトプットしていきましょうと。まあ、この3つが重要だっていうのは、この高校のクラブで学びました。で、その部活でですね、私は数学あんまり興味なかったので、プログラミングばっかりやってました。で、まあ、主にアウトプットの仕方とかを教えてもらって、まあ、コンテストとかにも出すようになりました。で、高校時代の代表作の一つで、学生向けの統計情報ポータルサイトの提案というのがあります。で、これは総務省の e-stat の学生版なんですけれども、まあ、それだけじゃなくて、システム上で複数の統計調査データを結合したりとか、必要なデータだけを選んでダウンロードできるようになっていたりとかして、まあ、大人でも便利に使ってもらうシステムかなと思っております。で、まあ、今実際に総務省で運用されているので、よろしければ、キッズスタットというのを、使ってみていただけたら嬉しいなと思っています。で、まあ、いろんなコンテストとかでものを作ってたんですけれども、共通してたのが、コンピュータの利用体験を工夫するっていう私のアプローチだったんですね。で、まあ、つまり UI を作るっていうところに興味があったので、その UI を研究するようになりました。で、研究の分野としては HCI っていう分野になるんですけれども、これは、ヒューマンコンピュータインタラクション、人とコンピュータのやりとりっていう意味ですね。で、まあ、このワードクラウドは HCI の学会で使われている言葉をまとめたものなんですけれども、まあ、例えば GUI とか AR、MR、VR とかが、まあ、この分野に含まれます。で、バリエーションメソッドっていうのは、使いやすさとか、UI の良し悪しをどう評価するかっていう研究なんですが、ここは私の専門になります。ここで UI とか UX って何っていう話をさせていただきたいんですけど、まあ、UI っていうのは分かりやすいですよね。まあ、画面とか、画面じゃなくても、コンピュータと人間が五感を使ってつながるっていう部分のことを言うんですが、まあ、UX っていう方は、バズワードになってて意味がちょっとよくわからないと。で、まあ、一般的には、UI をさらに拡張して、人とコンピューターだけじゃなくて、あらゆる側面を取り込んでいきましょうっていう話だと言われてるんですけれども、ちょっとバズワードになりすぎていて、時々勘違いして、これからは UI じゃなくて UX だっていう人がいるんですが、まあ、本来 UX の議論の流れっていうのは、ユーザーの使いやすさ、ユーザビリティの文脈で、出てきたものなんですね。なので、やっぱり UX っていうのは大事なんだけれども、やはりその知見っていうのは最終的には UI っていう形でデザインする必要があるのかなと思ってます。で、そのユーザビリティなんですが、まさに私が今やっている研究でして、私の研究テーマは、人間の生体情報、特に脈波を使ってユーザビリティを評価するっていうものです。で、具体的には、使いにくいものを触った時にイライラしたりすると思うんですけど、それを検知することで、いいものを作ろうっていうものです。で、なぜこれが重要かっていうと、まあ、ここの図に
ISO 規格のスクエアっていうのがあるんですが、ここに5つのグループがあって、この5つでソフトの良し悪しが決まるっていうふうにまあ考えていいかなと思います。で、この中で特に私が一番重要だと思っているのは、この満足性、真ん中の満足性というやつでして、まあ多少効率が悪かったとかしても、満足性が高ければ別にソフトとしては全然それでいいですし、もし効率が悪くて使いにくかったり、使い物にならないってことだったら満足性は下がるはずですよね。なので、まあ、ソフトウェアのを使っている時の満足性の低い部分を、まあ、例えばこのボタンを押しにくいみたいなのを簡単に見つけられたらいいソフトウェアを作れるようになるというところで、実際にテストユーザーにアプリを使ってもらって、生体情報を測って、で、この操作をした時に満足性が悪いなみたいなことを検出するようなシステムを作ろうと今しています。で、今、血液の脈波を読み込んで、カオス解析によってストレスを測ることができるようになっていまして、それとユーザビリティの相関というのも、私の研究で、見つかっていると。で、まあ、なので、これからそれを、実際に現場で使えるような、プロトタイプシステムというのを作っていこうとしているところです。発表以上になります。ありがとうございました。はい、佐々木さんも発表ありがとうございました。はい。はい、じゃあ続きましてですね、もうどんどんいきたい形なんですけれども、はい、続きまして、ね、次も佐々木翼さんですかね。はい、佐々木翼さん聞こえますでしょうか。はい、聞こえます。あ、はい、ありがとうございます。じゃあ、ビデオオンにしていただいて、はい、で、画面共有もしていただければありがたいです。はい。聞けますでしょうか。あ、見えてますね。はい。じゃあ、はい、あ、早速ですね。はい、それでは発表の方よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。先ほどご紹介に預かりました千葉大学大学院医学薬学部修士課程1年の佐々木翼と申します。今回ワントピックワンスライドを目安に作成いたしましたので、少し不透明な点があるかもしれませんがご了承ください。それでは発表を始めさせていただきます。よろしくお願いします。まずは自分の中高時代の話を軽くしようかなと思います。皆様にとって、中高時代ってどんな場所、そしてまたどのような場所になると思いますかね。人によっては部活をする場所だったり、文化祭とか体育祭をする青春を送る場所で、受験勉強しかしない場所とかいろいろあると思うんですけども、その答えに関しては個人に答えがあると思います。で、自分自身は、こんな感じになってると思っています。思い出は、部活と青春と、数学とその他と、数学っていうよくわからないものが一つ入ってるんですけども、自分は、その部活とかと匹敵するぐらい数学しかやってなかったです。もう本当に、もう中学時代、高校時代、もう本当に、問題集、参考書、いろんなもの解きまくってました。なんでかっていうと、解けたら楽しくて、解けなかったら悔しくて、諦めずに挑戦したら解けるっていう、もうその息がすごかったんですね。で、これの理由が、ちょっとした影響があって、すごくハマったんですよ。で、理由といたしましては、まあ映像作品による影響があったからです。まあ、ド定番来たって感じなんですけども、サマーウォーズですね。乱数とか RSA 暗号っていうやつで、数学オリンピックっていうやつにも憧れて、中学校2年の時の再放送を見てハマって、実際に数学オリンピック出たんですけども、中学3年時に参戦したんですけども、まあ、そんな即ハマって通るものではなく予選敗退をいたしまして、まあ、でもそれでも悔しくて、まあいろいろと数学はやり続けてました。でもそこでやっぱり思ったのは、数学ってこんなにすごいんだ、もっと知りたいし、数学的な手法を使って物事を解決してみたいと思って数学っていうのを学んでました。で、映像メディアにおける私への影響として、中高時代の友達とかにいろいろと紹介してもらって、その他の作品で、今後の社会的未来の想像とか、なんか今 VR とか、当時はありえないなと思ったんですけども、ソードアートオンラインとか、なんか人生について考えるきっかけをくれたエンジェルビーツとか、そういうような作品から私は影響を受けて、中高時代過ごしていました。で、まあ、数学っていうものを参考に、ちょっといろんな人に知らせたいっていう感じで、数学の教員免許が取れる大学に進んだんですね。で、そこで、
出会った学問にこのような学問があります。社会科学の中の教育工学という学問です。で、社会科学はあまりにも広すぎる枠組みのため定義することは難しいと考えています。で、今回は教育分野における用語を通して簡単に説明します。戦後日本において、日本の教育は民主主義国家を目指すために留意の考えでもある経験主義という考え方のもと教育が行われておりました。その後、教育の貧困、教育環境の貧困化や学力低下批判が起こり、系統主義っていうその点数取れたらいいよみたいな感じの主義が行われて、系統主義っていうのができていました。その後にやっぱり系統主義っていうそのテストだけじゃ足りないよってことで、経験主義と系統主義を足した構造主義っていうのができていました。で、こんな感じに、日本の社会影響っていうのが影響してどんどん教育っていうのは作られてるんだなっていうのを教員養成課程に行って学んだんですよね。で、そして近年、これは戦後から経済成長期の話だったんですけども、近年やっぱりネットとか発達障害、精神疾患、いじめ、不登校っていう問題が増えてるっていうのを知りまして、実際にもやっぱり最近よく見るかなと思うんですけども、こんな感じで、あ、これって解決しなきゃいけない問題なんだなと思って、私はそのネット上ならそのアカウント同士だったら平等で扱えるし、でも孤独化っていうのは改善できないから、遠隔操作ロボットとかそういう動きを加えることで孤独が改善されるのではないかと思って、大学での卒業研究っていうのが、テレプレゼンスロボット×遠隔教育×感覚で同質感っていうものを測っていました。で、結果としては同質感を感じながら授業に参加できる遠隔支援システムっていうのがテレプレゼンスロボットだっていうのが分かりました。で、これで終わんなかったんですよ、自分の研究は。次に行きます。あの研究をしてみて、感覚ってどのように感じてどのように脳で処理されているんだろう、そもそもの話、現在増えている傾向にある精神疾患や発達障害を抱えた方たちは同じように感覚が処理されているのだろうかと考えたんですよ。で、精神疾患の認知的処理や神経回路が そういう脳科学ができる研究室を探し、当時岐阜大学だったんですけども、そうだ、脳科学を勉強しようということで、私の地元千葉に帰ってきまして、現在子どもの心の発達教育研究センターとともに研究に参加しており、実際に自分も他の研究に参加して、これ自分の脳なんですけども MRI とかを取って、今研究に取り組んでいます。で、当時やっぱり初めて脳の中見たときはとても感動しました。次に、現在取り組んでいる研究なんですけども、先ほど簡単に言ったんですけども、脳に関する研究をやっています。で、今さらに詳細っていうか、それもちょっと簡単になっちゃうんですけども、社交不安症×安静時機能 MRI×グラフ理論っていうものをやっています。で、社交不安症っていうのは精神疾患の一つで、他者によって注目されるかもしれない社交状況に関する著名または強烈な恐怖、不安を持つ疾患のことで、安静時機能 MRI っていうのは、MRI を取るときに、目を閉じるか一点を見つめたまま、MRI を取る方法です。で、グラフ理論に関してはちょっと解析例を見たらいいかなと思って、ちょっと解析例を出しました。すいません。グラフ理論、このような感じに、脳と脳の領域の結合性っていうものを見るものです。脳をよく使われるのがアトラス90領域って言われる、脳を90分割したやつを、よく使って、そことのコネクティビティという結合性っていうのを見ていきます。それでどこが強かったのか、過剰に反応しているのか、逆にその弱っているのかっていうのを見ていくのがグラフ理論になっています。で、現状 SAD では扁桃体、その情動とかを、その感情面とかを司る扁桃体から OFC っていう、その眼下前頭皮質、前頭前野か、前の方、頭の前の方に行くネットワークが異常ありっていうのが研究報告されています。横山他2015によって報告されています。こんな感じで、私は数理的手法っていうものを使ってやっています。で、この研究の
現在の着目点、まあ、現状の予定なんですけども、疾患群と健常群で機能的結合性の違いがあるのか、機能的結合性および感覚性の感覚の相関性はあるのかっていうところが、そのこの研究の着目点になるのではないかと。で、それをさらに詳しく先行研究とかをやって、今後先行研究とかを読んで、研究を続けていこうかなと私は思っています。で、最後に、このスライド研究100連発を通して私が言いたいことは、科学に国境はないっていうそのルイ・パスツールが述べた言葉を確証して、今まで考えられてた医療とか教育っていう分野をの垣根をさらに緩くして、分野間も境を関係なく連携していくのが今後必要になってくるんじゃないかと。で、私が興味持っている、分野、教育発達とかそういう系に関しては、精神医学、脳科学、心理学のような学問が橋となっていくのではないかと思っています。で、まあ、今回のこの発表でもし自分の分野に興味を持ってくれたい方がいたら、とても嬉しいなと思います。短い間でしたけども、これで私の発表を終わりにします。ご清聴ありがとうございました。はい、佐々木さんも発表ありがとうございました。はい、ということでね、また3人一応発表終わりましたけど、また多種多様な方々に発表いただいて、はい、どうですか。ちょっと待ってね、今聞いた話からの順番にコメントすると、最後の佐々木翼さんだっけのお話、面白いと思って、その脳の間のつながりを見るっていう話ですけど、やっぱり精神疾患のお薬とか、どういう効き方が、どういう効き方をしているか分かんないとか、どのお薬とどのお薬をなんか皆さんコンバインして使ったりするんです、うん、するんですけど、やっぱりこういうのでもしなんかビジュアル化されて、こことここにこう作用するから、こういうふうに使ったらいいんじゃないかっていうのが出てくるんだったら、なんかすごい面白いのかなと思いましたっていうのと、それから2番目の方の佐々木さんの話って、なんだろう、UX 使いやすさを測る、測定するって、なんかすごい何ていうかな、客観的でいいと思ったんですけども、サンプルっていうか、具体的に人で試されるんだと思うんですけれども、その、試す人の偏りっていうのは、どういうふうに注意されてるのかなっていうのを伺いたいなと思いました。つまり若い人だけで試してると、こう重いお年寄りでやったら全然その挙動が違うとか、そういうことあるんだろうと思うので、なんかそういうところはどうされてるのかなと思いました。で、最初の松木さんのお話は、いや、なんか大学時代の友達たちのことを思い出していて、大数機関をやってる人とか いたなと思って、そうだから、まあ、それちょうど40年ぐらい前なんですけれども、今高次元の話っていう言ってて、ここ30年ぐらいの間どういう進展があったんだろうと思って聞いていました。以上です。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。大丈夫ですかね、質問等は特にやなし。はい、ありがとうございます。はい、じゃあすいません、そのままですね、発表の方も続けさせていただきたいと思います。はい、次ですね、はい、伊藤さんいらっしゃいますか。伊藤です。あ、はい、伊藤さんありがとうございます。では、画面を、あ、はい、ありがとうございます。画面オンにしていただいて、画面共有もお願いできますか。はい、3番、はい、よろしい。あ、はい、ありがとうございます。はい、こちらで見ておりますね。じゃあ、はい、早速また発表の方よろしくお願いいたします。はい、はい、よろしくお願いします。中央大学大学院から参りました伊藤翔吾と申します。今研究、そうですね、修士1年生で、社会医学、教育社会学を研究しておりまして、テーマ、
今日はちょっとあまり話さないんですけど、デジタル教育です。デジタルを使った教育ですね。今、コンピューター一人一台、渡してますけど、そういうその点をテーマに研究を考えております。でですね、私、まだ、ここに至るのはちょっと紆余曲折ありまして、他の、もうすでにたくさん研究されている方に比べると、本当に研究始めたばっかりですね。今日何かでも話せることはないかなと思うと、その研究にその始めるまでの経緯ですね。まあ、だから、どういう、その今までの経験がどうやって研究につながるのかという話。あとは、まあ、その私がやってる、その社会学の考え方みたいなのを少しでもお話できればなと考えてます。で、まずちょっと、かつ昔の経験からお話しさせていただきます。中学高校時代の話ですね。で、当時、そもそも、中学高校に入るときに、やりたいと思ったのが、その新しい部活を作りたいっていうのは、ちょっとそれで、それができる学校に行きたいっていうのをずっと考えてまして、何の部活か後で話します。で、中1で入って、で、その後、めでたく中3で、意外にその、そうです、同じ、趣味の仲間がいましたんで、まあ、めでたく設立されたっていうのが一つ、新しい部活始めたっていうのが一つと、あとはそうですね、もう一つ、パンフレットとかそういう、冊子作ってる委員会っていうのがあったんで、あそこ面白そうだなと思って入って、で、そこでもなんか、意外にその、なんて言うんでしょうね、私たちの代でその、なんかどんどんここ変えて、ここ新しいことやりたいっていうふうに、両方の場面で、両方の場面でそういう、中身恵まれまして、で、まあ、そこの、その部活、新しい部活とそのパンフレット制作に、のめり込んでいくっていうのがありました。で、そこからさらに発展していて、またその外側にも、なんか、ここから中高一貫校にちょうど生まれ変わった時期で、じゃあもうどんどんなんか自分たちにやりたい新しいことをやろうっていう雰囲気が全体的にあって、で、まあそのパンフレット作ってた委員会、文化祭のパンフレットも作ってたので、で、そこで、文化祭のちょっとシステムにもかかっていこうということで、まあ、いろいろ考えた結果、そのパンフレットなくてもそもそも移動できればそれが一番いいんじゃないかってことで考えたのが、まあその教室とその、ですね、教室、固有名詞が振ってあるんですけど、それに党と会の意味振っつけた番号を貼っつけて、パンフレット見なくて、例えば、このお店は、C 何番でやってますって言えば、あ、ここだなっていうふうに、そこさえ分かればいいので、っていうふうに考えることにしました。本当は画像があればよかったんですけど、まあ、ちょっと、なくしてしまったので、まあ、こんな感じですね。これ今の渋谷駅、この間、出口の番号を振り直して、エリアごとに A、B、C っていうふうに分かれてて、っていうふうに、まあ、そういうふうになんですよ。なんか、まあ、技術的なこともそうなんですけど、その技術の外側のある制度をうまく変えてって、何か、いいものを提供しようっていう考え方がありました。はい。で、で、その中で私、やっぱり、その、最初はコンピューターに触り出したりとか、あとデザインに興味を持ったりっていうのは、あって、そういう方向に行くっていう手もないわけではなかったんですけど、どちらかというとそうですね、そういう技術的なことよりも、そういう、なんでしょう、アイデアがどういうふうに生まれるかっていうのが関心があって、でどういうのがいいかなっていうのを一つ思った。一つは、いろんなアイデアが出てきて、そういう、全体トータルで決定を行えるっていうことと、もう一つは、なんでしょう、いろいろ違いがあって、自分にはよく理解できない人たちがいっぱいいて、そういう環境下、そういう人たちが互いにうまくやっていくっていう、そういう集団ってどうやって作るのか、そういうことを学ぶのがなんか学校としてできないかっていうのはちょっと漠然と考えたことです。で、大学に入りまして、まあ、何かそうすると、なんか制度とか社会とかそういうことを学ぶのがいいのかなと思いまして、社会学というふうに学びました。社会学の勉強を始めました。で、もうですね、やっぱりまず最初に考えたのは、なんかいい、ちゃんとし、いい、最適な決定です。なんか、うまくトータルでうまく結論が出た決定を出せる組織ってどんな感じなんだろうっていうので、これでも難しいんですね。とりあえず論文として書いたのは、ですね、じゃあ決定の違いですね。こっちは、やるけ、A は、A では、やるって決めたけど、B ではやらなかったって決めた。この違い何かっていうところからちょっと手がかりを探そうとしてて、
そうですね。で、まあ、題材、どうですね。題材としては、北陸新幹線の金沢まで行くやつですね。の、富山県の中で、片方は、最初作らないけど、片方は、作ると決めたっていう経緯があって、じゃあその違いは何だっていうと、やっぱりその、で、それは、構造的な問題ですね。県は決められない。国が全部主導権を持っている。そうすると、国にどうにかして陳情して、そこに滑り込ませる。とりあえず、採算度外視しても滑り込ませるっていうのがやっぱ必要になってくるっていう理論なんじゃないかっていうところまでは、まあ説明を、したつもりだったんですけど、ちょっと迷ってるところあって、やっぱり、そもそもなんですよ、その、新幹線作る、作らないで、その、そもそも作った効果とかっていうのはどうなんだろうっていうのは、ちょっとそこでは検証できなかった。やっぱりその、今までずっとあった社会学のイメージと、その、なんか理論を当てはめていくっていうことなんですけど、ちょっとそれだけだとちょっと難しい、難しく説明できない部分も多いのかなっていうのが一つあったっていうのがことです。あと、やっぱり、中高の頃は、その、何か、一つ理想像があって、じゃあそこに突き進むのは何も問題ないっていう感じだったんですけど、そもそもその理想像って、なんか、うまく説明して決められるものなのかっていうのは、ちょっと自分の中で疑問に思っていたことです。で、そうやって、まあ、ちょっと悶々とはしてたんですけど、なんかそれでもちょっと量的にやるっていうのもそうなんですけど、そもそもその何かに効果があるなしっていうのを、比べる方法、統計的にはあるんですけど、比べる方法があるっていうのがまず一つ。これ統計的因果推論というもので、これをうまく使って説明できないかということです。で、ちょっとテーマも変わりまして、で、そうですね。あ、すみません。スライドはちょっと上下で、文字同じになってますね。で、やっぱり、なんでしょう。いろいろコロナとかいろいろあって、もう一回ちょっと教育のことについて考えてみる。で、教育について考えてみて、やっぱり、中高の頃考えてたのは、まあ、その活発っていうのもそう、いろいろ、やっぱりその、なんでしょう。互い、いろいろな、その人たちをうまく包み込むような、教育の、あり方っていうのを考えていて、で、昔はちょっと学力のことっていうのは考えてなかったんですけど、やっぱりまだその学力の差だったりっていうのはすごく問題として残ってて、そういう基本的なところからちょっとやっていこうかっていうふうに考えました。で、要するに、まあ、教育、やっぱりその学力であったり、その教育の達成って、やっぱりその社会のそのバックグラウンドによって、どうしてもやっぱり差ができてしまう。ただ、そこに新しい何かを持ち込んだときに、その差がうまく縮められるような働きをするのか、それとも、それかえって広げてしまうのかっていうのは、そこからなんでしょう、その、包み込むということを、考えられるのではないかというふうに考えて、今、そのデジタル、そうですね、パソコン配ったときに、要するに、そういう、なんでしょう、うまくついてこえる人、ついてこえない人、どういうふうに差が出てって、それってどういう違いなんだろうっていうのをちょっと説明しよう。そういうところから考えていこうっていうのを今やろうとしています。はい。で、最後ですね。で、今日伝えたかったことなので、まあ、なんか考えてることはすごく変わってるけど、やってることはすごく変わってる。考えてることはまあ変わってないのかなという感じです。どういうその、なんでしょう、私たちがその、どういう条件にいて、どういう手段を作ったらいいんだろうっていうのは、すごく変わらないとこかなっていうのは思います。で、皆さんですね、今日聞いてくださる方には、やっぱりまず、まず全然なんか研究とかそういうのは考えなくて、まず自分が今ものすごく関心にあること、それすごく突き詰めていくのがやっぱ一番なのかなというふうに思います。今のうちは。で、それをやってたときに、じゃあこれとこれはなんで違うんだろうとか、どうしたいんだろうっていう、そういう何かその根拠を持って説明したくなるときっていうのがやっぱりその、なんでしょうね、その研究のなんか一つ、すごく小さなきっかけかなと思うので、そういうところをなんか大切にしていけば、いいのかなというふうに思います。はい、すみません、長くなりましたが、私からは以上です。ご清聴ありがとうございました。はい、伊藤さんありがとうございました。はい、じゃあですね、ご発表していただいたんですけれども、3人まとめてだとちょっとコメントしづらいかなっていうところもちょっとあったりしたので、もし可能であれば何かあれば今ぜひ、はい、野尻先生にお伺いできればなと思いますが、何か一言ありますかね。予定せ、ごめんなさい。はい、最後教育のお話で、なんて言ったらいいんだろう、
人によってこのなんか同じことをやっても効果が違うというのは本当に大事なところ で、 まあ、これは私の純粋に私の今の興味の話をするんですけれども、例えば中学校になると女の子だけなんか理数から興味がなくなってしまうっていう現象がありまして、でそういうことの原因が何かっていうのを考えないといけないねっていう話を今してるんですけれども、やっぱりそういう時にちゃんとしたその評価したものがないんですよね。もう下手をすると特に中学とか高校とかっていうのは性別のによってこんなに結果が違ってるにもかかわらず、いろんな統計から男女差っていうのが男女別の統計っていうのが全然なくて、でもう考える基礎もないみたいなところがありまして、大変大事なご研究だと思います。伊藤先、はい、伊藤さんも書いてましたけど、定量的にこう考察するっていうところがやっぱりすごく難しいんですかね。うん、なんかミュートになってるよ。あ、大丈夫ですね。これちょっと学力とかやっぱ未定義な部分もあるっていうことも、他のかいろんな研究者でそういうところにも音が入ってない。あ、音声が微妙に入ってないかもしれないです。今、うん、ちょっと音声が途切れ途切れになってしまいましたね。あ、すいません。ありがとうございます。大丈夫。すいません。5分ほどしてしまいます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、すいません、コメントありがとうございました。すいません、急な対応でありがとうございます。はい、続きましてですね、次森木さんの発表になります。森木さんいらっしゃいますでしょうか。お声、はい、聞こえますかね。はい、ありがとうございます。はい、ではあ、はい、ありがとうございます。画面オンで、画面共有もお願いできますか。はいはい、ありがとうございます。ではそうですね、スライドで始めていただいて、はい、それでは、森木さんの発表になります。よろしくお願いします。はい、ではよろしくお願いいたします。先ほどお預かり、紹介されました、東京大学大学院総合文化研究科言語情報科学専攻修士課程の森木薫と申します。よろしくお願いいたします。今、専攻が、近現代の日本語小説なんですけれど、もっと狭めて言うならば、夢の旧作のドグラマグラという小説を、まあ、ひたすら読み進めていくこと。まあ、これが、一応専攻かなと思うんですが、で、今これから、大学、あるいは大学院で小説を読んでいく、研究していくということに関して、高校こうだった、大学こうだった、大学院こうだった。で、これからどうしたいのかという話、まあ、4つ合わせて話していきたいというふうに考えているんですけれども、まあ、そもそも今こうやって小説、あるいは小説論について、まあ、ペラペラと喋っているわけなんですけれども、じゃあ、私は高校の頃からそうだったかといえば、全然そんなことなくって、まあ、例えばその、高校時代に疑問に思っていたのは、文学賞というものの存在でした。文学賞、つまり賞というものが存在するのであれば、まあ、結局いい小説、あるいは良くない小説の判断基準がどこかにある、というふうになるわけですが、じゃあ結局、まあ、いい小説って何なんだ？で、それを構成する条件というのは一体何なんだろうかということで疑問に思ったんですけれど、まあ残念ながら当時の高校生だった私は、まあそこにアクセスする能力も知識も、まあ、人脈もなく、わかんないなというまま高校を卒業してしまいました。で、結果的にまあとある大学に入るんですが、そこでの授業が一つの転機となりました。同じストーリーであるならば、映画や漫画の方が圧倒的にわかりやすいはずだが、それでもなお、なぜそれが小説でなければならなかったのか、といった胸を問うてくれたのは、学部1年生の時に出会い、後に私の卒論を指導してくださった先生でした。映画や漫画などではなくて小説にしかない特徴。それは言葉によって構成されているという極めてシンプルなことでした。語られている内容だけでなくて、それを語る言葉自体が面白いと。で、その二つ、要するに内容と形式、この二つによって小説世界を成り立っているんだということです。
単に現実を反映する面白さではなくて、むしろ言語によって独自の世界が構築されているありさまそのものが面白いんだという話でした。それが例えば形式で言えば、人称の選択、一人称とか三人称とか、たまに二人称の小説もありますね。とか、あるモチーフがどのように配置されているのか、で、あるいは文体の選択とか、で、あるいは時系列がどういう順番で並ばれているのか、そういった形式の選択が小説を世界の構成にも実はかなり重大な役割を果たしていると。で、こうした小説世界を探求していくということ自体の面白さに気づいてしまった私は、大学で結局卒業するまでは2年ぐらい読書からずっと開き続けたりとか、あるいは学部ゼミとかでもう情報交換とか読書とか発表とかいろいろ繰り返していくうちに、小説というものを極めていくには、これは学部では足りんなと思いまして、もう2年追加ということで大学院進学を決意しました。で、大学院での小説を出しというところで、まあそれを述べていく前に、簡潔に人文科学系の研究で大学院に行こうとする方々にちょっと、一言申し上げておこうと思いまして、まあ人文科学系の研究で多分大学に進学する人って結構おそらく一般的には少ないんですよね。で、それでちょっと珍しがられるということも結構あるんですけれども、まあただ僕の友人とか知り合いの半分ぐらいでも院進希望者ばっかだし、もう院に進まれた方もいっぱいいるので、ちゃんとそのなんというかコミュニティはありますので、なんというか、まあおそらく研究に興味のある中高生の方が聞いているというところで、それは前提として話していますけれど、まあ、全然変な選択肢ではない。就活、あるいはその妊娠どっちにしようかなとか、あるいはそれ以外かなと、まあ、いろいろ選択あると思うんですけれど、まあ、ぜひ、まあ、個人的な事情とかもあるかもしれませんが、進んでみてもいいんではないかということで、提言させていただきます。で、まあ、大学院で今何してるか簡潔に述べますが、まあ、当然研究テーマを深めるための勉強ですね。ドグラマグラ読んだりとか、ドグラマグラの研究資料とか読んだりとか、あるいはそもそも小説って何なのとか、まだまだちょっと小説わからないこといっぱいあるんで、まあ、小説言語の特異性とか、あるいは他の言語、芸術との関係性とか、で、そもそも芸術って何とか、まあ、結構深い問いなわけですけど、まあ、なんとか頑張ってテクストを読みつつ、で、他の大学の先生だったとか、と、あるいはその後輩とかとお話ししたりして、まあ、オンライン上でやりとりは基本今やってるんですけれど、まあ、順調に進んでいるかなという感じです。で、最後に、まあ、これから私がやっていくということで、まあ、3つまとめさせていただきました。ドグラマグラのテクストを分析するということ。まあ、当然なんですけどね、それは。もう、とにかく、ありとあらゆる細部と細部のつながりを、ぐわっと全部捉えていきたいと考えております。プロット、認証、ジャンル、文体、モチーフ、思想、もういろんなものがあるわけですけれど、それがいかにして1個のテクストを構成しているか、考えていきたいと思っています。で、裏テーマとして、1つの小説を読むことの限界。まあ、たどり着けるか否かわかんないですけど、多分死ぬまで走り続けると思います。で、あるいは知的インフラが一つとして機能すること。まあ、先日したように高校時代の私は本当にアクセスできなくて、だからそのアクセスをどうにか提供したい、伝えたい、こういった小説論とか、その言語に関する話とか、伝えられる人間としても役割を担いたいなと思いましたので、その姿の一つとしてメンター登録させていただきましたので、まあ小説読みたい、小説論を知りたいという方はぜひ、まあ一緒に考えて、いければと思います。で、最後にライフワークとしての小説論。小説という言葉の媒体をずっと考え続けるっていうことで、もう、ずっとやっていくと、人間と言葉の関係でそもそも何なんだとかっていうこともちょっと考え始めてしまうんですね。既存の言葉を新しい文脈と新しいつなげ、肩で配置し続けるその構造が人間と小説言語、実は似てんじゃねというふうに考えて、アカデミックな領域だけでなく、まあ、日常領域の中でもおそらくずっと考え続けるんだろうなと思っています。ということで、まあ、私からの発表は以上とさせていただきます。ご清聴ありがとうございました。はい、森木さんも、発表ありがとうございました。はい、一応ですね、こちらでですね、8人、前半の部のメンターの発表の前半の部が一応終了となります。一旦ですね、まあ、野尻先生の発表も含めて2時間いってないぐらい、時間取っておりますので、一旦ここでちょっと休憩とさせていただければなと。はい、思っております。はい、で、一応休憩含めましてですね、5分ほど休憩の時間取らせていただいて、また55分から
はい、次のメンターの皆様の発表にを進めさせていただくっていうような形で、進行を取らせていただければなと思います。はい、ということで、視聴者の皆様、今しばしお待ちいただく、まあ、あとはお手洗いとか入っていただければ幸いです。はい、で、一応ですね、このタイミングで前半の分のメンターの皆様、全体的にですね、どういった内容だったか、ちょっとぜひご感想とか、まあ、全体まとめてっていう部分でもいただければなと思ったんですけど、いかがでしたか？結構難しいというか、皆さん散らばってるような感じだったと思うんですけど。まず最初に今、森木さんだっけ、はい、面白くて、子供の時にいっぱい小説何度も繰り返して読んでた、こことここがやっぱり何か本番のエピソードがある前にその大事なエピソードがこうどういうふうに配置されてるかっていうのがなんかとっても大事なことで、なんかそういうの何度も繰り返して読んだりしたことを思い出してたんですけど、いや多分こういうこと言うと多分森木さん嫌がられるんだと思うんだけど、なんか今深層学習みたいなのああいうの で構造を解析するっていうのをやっぱり注目されてるから、小説っていうのをそういうものの中でどういうふうにそこにそまあだから深層学習みたいなもので解析した時にさ、その人間がその頭の中で読み込んで読んだものとそれってどういうふうにつながってるのかなとか面白いかもしれないですよね。今テキスト解析ってすごい伸びてる分野だから、いやきっとねちゃんと文学部的にきちんと読まれてる方にこういうこと言うとなんかムッとされるかもしれないと思うんですけど、なんかそういうことをやっても面白いのかなと思いました。人間と AI と森木さんのアプローチとしてはそういうこうそういうの多分お嫌だと思うのでどうですかね、森木さん的に定量的な測定とかというかはい、なんかあります、一個一個というかちょっと気になるところですね、はいはい、森木さん的にいかがとかありますか、はい、もしコメントできるなってところですか、はい、今までちょっとそういったアプローチを考えたことはなかったので、いやだからそのなんか場面の転換とかその先に出てくるエピソードとかってまあいや今の言語解析の能力だったらもしかするともうちょっとするとそういうところにまで届くのかもしれないですよね。そもそもその文章を、うん、こう機械学習でその例えば AI が読むという、いやすぐですよ、10年経ったらまるっきり変わってくるかもしれないよね、うん、だからただその小説ならではのその面白さみたいなところの評価までその機械学習ができる、いやまあもうあるのかもしれないけどちゃんと勉強してる人じゃないからそういうのあるのかもしれないですけど、そしたらほらこう機械に小説を書かせるみたいなことやるかもしれないですね。そういうアプローチもありますよね。そう、少なくともほら音楽だったらあるわけですよね。なんかモーツァルトっぽいものを作らせるみたいなのってあるんじゃん。だから、それはモーツァルトではないけれども。でも、だからその人間と機械のどこまで埋めれるか、どこからは埋めれないのかとか、なんかそういうのあるかもしれないですよね。まあいやきっと嫌なんじゃないかと思って、はい、確かにその物理的、まあ、実証的にそのパターンを学習するっていうのはあると思うんですけど、うん、そういう研究って今文学部とかでそういうテキスト解析みたいなことをされてる方いらっしゃるんですか？そんなことはない、まあ、うっすら聞いたことはあるんですけれど、うん、自分は直接関わったことないですね。だんだんそういうこともできるようになるのかもって思ったりしました、はい、まだ最終的にやっぱり解釈するのが人間なので、こっちのポジションはやっぱりまだ存在し続けるのかななんて、いやもちろんそうなんだけど、でもなんかお道具が入ってくるといろいろやりやすくなったりとかするかもしれないじゃないですか。そうですか、別におすすめしてるわけじゃないんですけど思ったっていうだけでも、はいはい、ありがとうございます、あとちょっと私の方から野尻先生に伺いたかったキーワードというのがあって、はい、川村君とかがそのご縁があってというような話
川君の話の中にありましたけれども、その、まあ、研究やっていく中での、 その人と人とのつながりみたいなのの重要性っていうのはやっぱりあるものでしょうか。やっぱりそれはあの例えばその私の話でもなんかあの昔の研究の話をしろって言って思い出すと、結局あの人にあれを教えてもらったとか人の話を聞いて何々しようと思ったとかなんかそんなことしかなくて、うん、まああのなんか初めはグラフを入れてたんですけど、だんだん人間の顔に置き換わっていったので、やっぱりそれはそうなんじゃないかなと思います。あのだからまああの京都にいた時はあんまりそういうのがなくて、であのあの研究所にあの学生の時に移ったんですけど、やっぱりいろんな人が来る場所にいて、まあ、いろんな機会があってよかったなと思ったりしました。うん、そうですね。なんかこれまでの研究あの発表の中でもその、まあ発表者の方々が、うんまあ、その高校からまあ現代にかけてあの、まあ、いろんなこう関わりの中で何て言うんですかね、方向が変わったりとかっていうところを、うん、あの聞くことができて、なんかやっぱりそういうところが大事なのかなというふうに、うん、私はそう思います。はい、はい、そうですね。一応そしたらそろそろ、はい、そうですね、ちょっと時間にもなってきたので、はい、次の、後半の分に移らさせていただければなと思います。はい、よろしくお願いいたします。あ、ごめんなさい、岸本さんよろしいですかね。聞こえております。はい、ありがとうございます。では、そうですね、岸本さんの発表お願いしたいので、ごめんなさい、その前に1点だけちょっとこちらから、はい、お伝えさせていただければのと思います。質問がある人ですね、あの視聴者の皆様で、質問がある人、あのコメントで質問できないかというコメントをいただいているそうだったので、質問ある方に関してはあの研究部のハッシュタグをつけてですね、あのぜひあの質問していただければなと思います。はい、そしたらですね、あの我々の方でも拾えると思いますので、はい、あのごめんなさい、ちょっとしたあのご連絡になりましたが、はい、ぜひ質問もいただければ嬉しいなと思います。はい、よろしくお願いします。じゃあすいません、ちょっと岸本さん、あの順番、前後してしまって恐縮ですが、はい、発表の方お願いできれば幸いです。はい、よろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは、同志社大学文化遺産情報科学研究センターの研究員をしております岸本と申します。研究をしている傍ら、コンサルファームであのコンサルタントとコンサルタントもしております。で、初めの発表はあの高校時代の研究です。で、初めての研究テーマ、テーマはあのバウムテストです。聞いたことありますでしょうか。バウムテストとは自由に木を描いてもらい、その描かれた木この中のいろいろな指標を手がかりに発達の傾向や、深層心理を読み取る心理学の検査手法になります。本研究では京都市内の小中高生約400名を対象にバウムテストを実施し、スイスのあのコッホさん、あの日本の市谷さんの研究と比較を行いました。で、結果の詳細はちょっとお時間あのないのであの省かせていただくんですが、端的に言いますと、あのより成熟した発達した傾向というのが見られて、文化差がなくなりつつあるということが分かりました。で、ここで、バウムテストのアルコールはちょっと一旦置いておきまして、あの、興味ある方は、あの、ぜひ、なんか横にある書籍とかを、あの、Amazon とかで検索していただければと思います。で、何を伝えたいのかと言いますと、研究っていうものは、あの、歴史に、あの、刻まれます。何でもないような研究でも、次の研究の、あの、礎になるんですね。で、たとえそれが高校生の研究であっても、あの、超有名な教授の研究であっても同じことになります。で、続いて大学時代の研究になります。分野はガラッと変わりまして、あの生物学。レーザーピンセットという装置を用いて細胞一つ一つを動かして組織体を作るという研究になります。で、私の所属していた研究室ではこの手法を開発し、特許も取得していました。今動画で流れているのは実際の、あの実験での映像でして、今表示していただいて、今見えているようなあの細胞体を作っている映像になります。で、よく研究は職人技なんて言われるのを聞いたことがある人もいるかもしれませんが、この研究手法も
かなり熟練度を必要としていました。で、そこで私は誰でも扱える確立した方法に落とし込みたいと思いまして、自動化に取り組みました。で、細胞を認識する分類器を作り、勝手に見つけて動かしてくれる、そんな研究をしていました。細胞の分類器ですね、細胞を勝手に判定してくれるような装置を作っていました。で、大学院になるとせっかく研究をしているんだし、もっと未知への挑戦っていうのをやりたいっていうように思うようになりまして、選んだテーマは DNA です。いろいろな書かせていただいたんですけど、ここで言いたいことは、 DNA は塩基配列が解明されたのに生命はまだまだ謎に満ちているということです。生命の設計図と言われている DNA の配列が全て分かって、人類は設計図を手に入れたんですが、ところがその設計図をもってしても生命を一から創造するということはできません。で、その手がかりとなると考えられているものが DNA の工事構造です。 DNA の配列っていう2次元の情報から立体3次元の情報に視点を変えていこうっていうイメージになります。で、私の研究では抗がん剤であるシスプラチンと異性体であるトランスプラチンっていうのを使って作用基準を解明していこうっていう研究になります。ちょっとお時間もないので先に進ませていただくんですが、ちょっと中間省いてしまってものすごく分かりにくいんですが、この今、右側に写っている写真の黄色く光っている部分が DNA になります。で、この DNA がそれぞれ物質を作用させると形が変わっているってことが分かると思います。で、これをもとにしていろんな実験を積み重ねて作用基準を解明して論文にまとめました。で、ここでお伝えしたかったのが、未知を解明するってすごいっていうことです。で、世界で誰も知らないことを一番初めに知る、仮説通りの結果が実験で示された時っていうのは何とも言えない喜びがありました。で、未知を探求しながら私はもう一つの思いがありました。で、せっかく研究しているんだし、それをもっと世の中に還元したいという思いになりました。で、その当時の持ち得るスキルと技術と、あと優秀な友人を総動員してコンペに出場しました。で、結果優勝して優勝したっていう経験をしました。で、この時の研究が何なのかと言いますと、進化のシミュレーションです。縄文時代1万数千年間狩猟採集してきた民族、日本の民族が弥生時代数百年で農耕民族、つまり稲作を行うようになりました。車も飛行機もなかった時代に日本全土に稲作が広がって1万年以上続いてきた文化っていうのが突然切り替わったんですね。これをシミュレーションの観点から明らかにするっていう研究を行っていました。で、遺跡のデータをもとに遺伝的アルゴリズムというアルゴリズムを使ってシミュレーションを行っていました。で、ちょっとなかなか全てお話しすることはできないんですが、この結果と北九州から愛知県ぐらいまでの広がりっていうのを再現することがシミュレーションで再現することができました。で、研究員として同社大学でシミュレーションを行う傍ら、コンサルファームでAI の研究開発を現在行っております。で、今までのいろんな経験を生かしながら社会還元につながるようなことを今後もしていきたいなと思っております。で、以上発表を通じてぜひ研究に興味を持つ中高生に伝えたかったのは3点あります。まず恐れずとにかくやってみるっていうことですね。私の経験もかなり多岐に及んでるんですが、これはとにかくやってみた結果です。で、次に本気の失敗から学んでください。これは研究だけではないと思うんですが、何でも真剣に本気でガチでやって失敗すると必ず見えてくることがあります。何がダメだったんだろうとか、こうすればよかったな、本気でやるからこそいろいろなことが分かります。ぜひ活かしてください。で、最後に一番大切なことなんですが、楽しんでください。楽しくないと続きません。楽しいことを見つけてそれを追求していってください。以上で発表を終わらせていただきます。ご清聴ありがとうございました。はい、篠さん発表ありがとうございました。はいですね、はい、そちらのまた今回の発表に関しても何かありましたらぜひコメントといただければと思うんですが、何かございますでしょうか。あ、私、はい、いや、ちょっと端折ったので、端折られたんだと思うんですけど、すごい興味があったんですけど、縄文時代から弥生時代に移った時の
の話で、なんか遺伝情報を使われたっていう、遺伝的アルゴリズム、遺伝的アルゴリズムっていうことですか、はい、遺伝子に見立てるような感じで、あの遺跡の情報っていうのを文化の要素みたいな、イメージで、シミュレーションしたっていうことです。あ、これは本当になんていうか、シミュレーションというのはすごくこういろんな、こうなんていうんですかね、人のケースみたいなのを置いた上で、こう時系列でどうなっていくのかみたいなことをシミュレーションしたっていう感じなんですか。そうすると、こうなんて何がキーワードになってるんですかね。移り変わりって縄文時代から弥生時代に移った時の、キーワードが何になってるのかっていうのが、はい、ありがとうございます。それかなり今やってるところでして、はい、いろんな情報を入れて解析してしまったので、結果として差異が出てることは分かってるんですけど、どの情報が効いてきてるかっていうのを今まさに調べているところで、そうするとこの、指標があれば、これぐらいの変化が起きるみたいなところが明らかになるのかなと思いまして、今研究を進めているところです、あとこれ縄文時代にそのなんていうんですかね、縄文時代を担ってた人と弥生時代を担ってた人っていうのは今どういうふうに理解されてたんでしたっけ、同じ人たちなんでしたっけ、それとも相当大陸から入ってきて人自体が入れ替わってるのかっていうのって。そうですね、稲作の文化自体は大陸から入ってきて、大陸の方々が持ってきたみたいなところで、おそらくそのなんていうんですかね、人も変わってきているとは思います。いや、どうもありがとうございました。なんかありがとうございます、はい、ちょっと論文とか拝見させていただこうと思います。はい、ありがとうございました。はい、じゃあ続きましてですね、はい、次の発表に移らせていただければなと思っております。はい、次なんですけど、山下さんいらっしゃいますでしょうか。あ、聞こえておりますかね。あ、はい、ありがとうございます。はい、ではそのままですね。はい、あ、ありがとうございます。はい、では発表のほどよろしくお願いいたします。はい、それでは、深層学習の研究というテーマで、東京大学大学院情報理工学研究科の山下由紀が発表させていただきます。まず、皆さんは人工知能という言葉を聞いたことがあるでしょうか。現代では人工知能に基づく様々な技術が我々の生活に浸透しています。例えば、スマホで撮った人物写真を見栄えよく変換するアプリや、音声認識による家電の操作、外国語との機械翻訳、コンピュータ将棋などです。現在、これらの優れた技術の中心になるのが深層学習、ディープラーニングです。深層学習は脳の神経回路を模倣した数理モデルで、複雑な関係性を表現できます。そのため、高水準の知能を実現できる可能性を持っています。一方、深層学習は、計算複雑性や多大な学習データを要する点から、長らく実用化には至っていませんでした。しかし、2010年代から、これらの課題が解決され、様々な分野で圧倒的な性能を実現するようになりました。右の図は、画像に何が映っているか、10個くらいの候補から選ぶことを目的としたコンペティションで、優勝したモデルの認識失敗率を表したものです。ご覧の通り、だんだんと、認識失敗率が下がっていて、つまり性能は改善していっているんですが、特に2012年にアレックスネットというモデルが、深層学習のモデルができた、できた時に大きく改善しました。またその後も、どんどんと性能は改善し続け、2015年に、人間の失敗率、される、5% を下回って、人間を上回った性能を実現したことになりました。このように、実業家への期待は大きく、研究開発は非常に近年盛り上がっています。研究では成果を論文として発表しますが、この図のように、深層学習関連の論文投稿数は急激に増加しています。また、このように、研究が活発なことから、革新的な研究が極めて速いスピードで起きます。たった数年前のものが、技術として旧時代のものになってしまうことも少なくありません。そのため、我々研究者は、最新の研究についていくために、たくさんの論文を読んでいく必要があり大変ですが、一方で、急速に発展する技術の中に、いる中で研究生活を送ることはとてもワクワクして、楽しい毎日を送っています。また、深層学習は今、異分野や産業でも実用されています。
例えば、人文学だと、まあ、古典文献、例えば、古文書とか、古文ですね、の、草書体を、認識したりとか、あるいは、農業で、例えば、リンゴとか収穫したときに、不良品かどうかっていうのを自動で仕分けて、で、機械で自動で分別してあげるとか、例えば、インフラですね、ドローンで、まあ、例えば山の奥とかの橋とか、電源設備とかみたいな、なかなか行くのが大変だったり危険なところをドローンで画像を撮ってきて、そこで異常があるかどうかを調べてあげてとか、というふうに、実際に産業で応用されています。このように深層学習っていうのは、コンピュータサイエンスの一分野ではあるんですが、今、あらゆる学問や産業の、基盤な手法や技術になっています。深層学習の研究として、まあ、理論の研究という、つまり、学習モデルを、まあ、向上させたりとか、あるいは計算を短時間で済むようにしたりとか、あるいは、いろんなデータに安定して、いい性能を実現できるようにするとか、そういうような理論的な研究はあるんですが、このようなものは、まあ、数学や、コンピュータサイエンスに、基づいています。一方で、これらに挙げたような様々な分野や、産業で応用するときには、その、深層学習の知識だけでなくて、その応用先のターゲットの分野の知識。例えば、まあ、科学に応用するとすると、その自分の専門は、化学なんだけども、深層学習を勉強することによって、それら二つを組み合わせて二足のわらじというか、両方使えることによって革新的な研究が生み出されたりということが起きています。深層学習に興味を持った高校生の方へ。私がまず、深層学習研究に、取り組むきっかけは、スリーモデルですね。世の中の現象とかを、簡潔な、構造とか数式で表すスリーモデルというものに興味がありました。特に、まあ、知能というものを作るのが面白くて、例えば、機械が認識とか判断とかするっていうものを、プログラミングで作るっていうことが楽しいというふうに感じていました。私は今、その文章とかの、に含まれる常識のような知識を、活かして、画像ですね。その、まあ、コンピューターによる視覚、見る世界っていうものから、常識を用いてより高度な、推論をできないかということを、目指しています。深層学習のいいところは、まあ、世界中の研究者や開発者と、無限の夢がある、ものづくりに挑戦できることです。また、産業界との接続が先ほど申し上げたように強くて、今の自分の技術が、すぐに、社会に貢献できるというふうに、感じて、やりがいを感じています。そして、深層学習に取り組みたいと感じた方は、まず、情報処理学会や人工知能学会などの論文を読んでみるといいかと思います。論文というとちょっと、敷居が高く感じるかもしれませんが、まあ、論文の中には結構読みやすいものとか、あるいは敷居が低いものもあるので、ぜひ、タイトルを見て興味を持ったものとか、気軽に読んでみるといいかなと思います。また、まあ、熱意がある人は、ハッカソンとかデータ分析コンペもありますし、あと、そして、研究部の研究活動に応募していただくと、我々メンターがサポートできるので、ぜひ応募していただければと思います。以上で発表終わります。はい、発表ありがとうございました。はい、野尻先生、コメントとありますでしょうか。いかがですか。やっぱり非常に広い分野に応用されるようになってきてるから、これからは、深層学習のアルゴリズムとかの研究もですけど、やっぱり入力の部分をどうやって、その揃えと整えていくかっていうことが大事になるのかなと思って聞いてました。やっぱり何を教えるかなんですよね。そういうところ、多分なんかそういう話も皆さんされてるんだと思うんですけれども、そう教えるものがないと、ただの行列の掛け算ですから、何を教えるか、何を教えて、どういうデータで、どういう目標でっていう、今までよりもっといろいろ幅の広いものが考えられるんだろうなと思います。はい、はい、コメントありがとうございます。はい、ではですね、今ちょっと放送の途中ではあるんですけれども、すいません、今ちょっとですね、はい、ちょっとこちらで待ち時間とさせていただければと思います。はい、大変恐縮です。ちょっとですね、今野尻先生席を外されるような形になるので、すいません、今放送の途中ではあるんですが、急遽一旦休憩というような形で1分2分程度またちょっとお待ちいただければ幸いです。はい、その間にもし山下さんにお話伺えるんだったら、私のところ方からちょっとお聞きしたいことがあるんですけれども。ありがとうございます。最後に今されている研究のところで、その
文章から常識をこう抜き出せというようなキーワードがあったと思うんですけど、それすごくこう興味があるというか、いやまずそもそも常識とは何なのかとか、それをその具体的にどういうふうに抽出するのかっていうところはどうやってたんですか。はい、まあ、世の中で常識って、表現は結構難しいかと思うんですけど、まあ、例えば、そうですね、まあ、例えば、まあ、消防車があって、水を放出してるとすると、多分その先には火事が起きてると思うんですよね。はい、そういうようなものが、例えばその小説とか、あるいはニュースとか、まあ、ウィキビレみたいな辞書的なものでもいいんですけど、そのようなものの中にそういう情報は含まれていると思います。で、そういう情報から、消防車と火事っていうものの間に、なんか水を放つっていう関係でこうリンクをつなげられるという。で、このような、まあ、この物と物との間を関係でつなぐっていうものを、まあ、いろんなものに関して組み合わせていくと、まあ、そのネットワークみたいなものができて、これをコモンセンス知識グラフというふうに呼んでいます。まあ、これはその、まあ、常識といっても、こう、どこまで常識に含めるかとかいろいろ問題あるんですが、その中で、常識を、グラフコード、ネットワークコードで表してあげることによって、例えば、この、まあ、多分、消防車とパトカーって結構近い位置にありそうだなっていうことは、多分出てくると思いますし、はい、っていうような感じで、常識というのを表現することがあります。なるほど。キーワードそのものだとその常識とはならなくて、そのキーワード同士のつながりの中にこう常識っていう構造が現れるっていうような、なんかそういうことでしょうかね。そうですね、言葉自体の意味というのもあるかもしれないですけど、他のものとのつながりですね、関係性っていうものが結構大事かなというふうに考えています。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、大丈夫です。とんでもない、全然ありがとうございます。ちょっとね、長丁場になっておりますので。はい。じゃあ、すいません。はい。ちょっとね、野尻先生にお戻りいただきましたので、はい、はい、ありがとうございました。はい。とんでもないです。全然すいません。長丁場、ありがとうございます。はい。ですね、じゃあ、早速、次の発表にですね、移らせていただければと思っております。はい。前田さん、今、つなげますでしょうか。おそらく外にいらっしゃる。前田さん、聞こえますか。おっ、がっつり外にいらっしゃいます。あ、どうも、聞こえますか。はい。すごいです。前田です。あれ、ちょっと顔が見えないな、どうしよう。あ、見えた。はい。はい、どうも、ありがとうございます。お忙しい中、本当に恐縮です。はい。はい、では、こちらは、スライドを表示できますかね。はい。はい。あ、ごめんなさいね。ちょっとこちらの方でスライドの準備だけさせていただければと思うので、はい、お願いします。少々お待ちください。すいません、ちょっと外からのつなぎということで、まあ、でも接続の環境は大丈夫そうで良かったって感じです。はい、はい、ありがとうございます。はい、そうですね、少々お待ちいただければなと思います。あ、つながりましたかね。あ、つながった。はい、はい、ありがとうございます。これ前田さんから見れておりますか。あ、はい、見えてます。はい、ありがとうございます。じゃあちょっとこちらをもとにですね、進めさせていただければと思いますので、はい、それでは発表のほどどうぞよろしくお願いいたします。はい、皆さんこんにちは。秋田大学理工学部、通信教育講座受講生の前田と申します。私は、東京都、あ、すいません、私は東京都国立市で、公園の中に公園浴時の保全と更新についての研究を主にしています。で、なぜ私がこういう研究をしたいかと思ったかといいますと、もともと街の中にある緑とか、もともとは街の中から川に流れ込んでいく水をどうやったら減らすことができるかなっていうのをやりたいと思って研究を始めたのがきっかけでした。次のスライドお願いします。で、2枚目のスライドがそれになります。で、この研究を始めて、桜の、周りの様子を見ていて、どうもこれは、たくさん水を染み込ませると、根が腐ったりとか、いろいろ問題が起こってくるんじゃないかなということで、実際に土の中の穴を掘ったりして、調べていったものになります。スライドの右上が、
台風の時に倒れた時の倒れた桜の写真になるんですけど、これをよく周りを見てみると知る中で細かい根がほとんど腐ってなくなってたっていうのが分かって、これでもしかしたらマンツーじゃないかなっていうふうに思って研究を始めました。次のスライドお願いします。これが今実際にやっている、研究になります。これは何やってるかというと、雨が降った時にその水を器の中に入れて集めて、それを後でメスシリンダーというものを使って測って、それと、あと大体これぐらいの雨が降った時に、土がどれぐらい湿っているかというのを、写真の3枚目に、土壌水分計というのがあるんですが、それを使って、測定する作業をしています。ただこの作業は多分皆さんお気づきかと思うんですが、しょっちゅうこう現場に行ってやれるものではないというのがあって、これから先は、雨水を自動的に蓄えて、それを電気に変えるのと、土の湿り方がどうなのかっていうのを実際に電圧に変える機械を使って、それをレーダードガーという機械に登録して、記録して調べる作業をやっていきたいと思っています。次のスライドお願いします。で、これはもう一つ、今ちょっと少しお話しした緑のことに関連した実験、研究の一つなんですが、これは田んぼや畑を使って大雨が降った時に雨水が流れていかないように、それにはどうしたらいいかなということをやりたいということ、その準備を進めているという写真になります。で、これはどうしてこう、この、すいません。これ、左側と、大雨の、これから先もし研究をしていったら、研究してた成果をどうやって社会実装していっていきたいかというのを書いたスライドになるんですが、右側の方ですね。で、これ、ちょっと右側と左側で条件が、やり方が違うのは、大雨の前のものというのは、あまり水が濁ってない水を用水路とか流しているんで、こう田んぼとか畑に入れても問題ないんですが、大雨の後に水を流し込むと、すごい濁ったりゴミが混ざったりしているんで、そういうものを田畑に入れるのはまずいなというのと、もう一つは川の水位が上がっているんで、物理的にこう水を田んぼや畑に引き込むと逆に氾濫しちゃうということで、一応こういった形でやっていけないかなと考えてやっています。5枚目の次のスライドお願いします。で、これはちょっと全然色が違う研究になるんですが、これはもともと僕が富士山に登った時に、ゴミとか、あと、山小屋が途中にない登山道というのは実はありまして、そういうところでゴミを捨てていったり、もしくは、ちょっと汚い話で申し訳ないんですけど、トイレに行きたくなった人が岩の陰で してて、そのままほっといてしまったりという、そういうことがあって、それをどうやったらどうにかできるかなというのが、大元のきっかけでやっているものになります。で、これは、あと、富士山は何回か行って分かってきたんですけど、天候が悪くなった時に非常にこう危険な状態になって、実際3年ほど前には二十何年間とか30年山の案内をやってた方が暴風で動けなくなって亡くなられたという事例もあるので、なんとかしてこれは実現したいなと思って、努力をしてきているところであります。で、ちょっと駆け足になってしまいましたが、ちょっと5番のスライドと、1番から4番までっていうのは研究としてはちょっと違うの、研究の対象としては違うんですが、僕が考えているのは、自然とか、緑とかそういったものというのは、今まではどちらかというと、こう、守られるべき存在として、こう、扱われてきたかなと思うのですが、そうではなくて、こう、逆に私たちを守ってくれるものとして考えて、そういったインフラとしてどうやって活用していくかということを考えていければなと思って研究を進めています。短い間で、ご清聴ありがとうございました。はい。あ、
さんも、はい、発表ありがとうございました。はい。はい、すいません、お忙しい中ありがとうございます。あ、いえいえ、はい。今日はなんかもしかしたら富士山から中継つながれていた可能性もあったということで。はい、はい、そうなんですけど、ちょっと天気悪かったりなんでやめました。よかったです。ありがとうございます。接続がよくて安心したっていうところもございますが、はい。では、はい、内容に関してぜひ野次先生から何かコメントいただければ。2400メートルのところで気象観測するっていう時にどういう、はい、成果が期待できると思ってやっておられるのかっていうのをもうちょっと、はい、ですね、この2400メートルというのは高栄山っていう静岡県の方の山があるんですけど、はいはい、そこの山の影響をこう実際にこう記録して調べるということをしたいというのをずっと思っていまして、これ、現地に行くと分かるんですけど、この高栄山の、近くにある大きな沢を挟んで全然風の流れが、風の流れ、雲が流れていく方向が違うとかそういうのがあって、かなりそういう影響が出てるかなっていうのを調べたいというのと、 あともう一つは実はその富士山の麓の太郎王とかそういったところで研究されていらっしゃる方がいるのと、あと山頂の方でも風の観測をされている方たちがいて、ちょうどその真ん中のあたりでこうデータを取れたらどうなんだろうなっていうのは思ってました。うん、ありがとうございます。どうもありがとうございました。前田さんもありがとうございました。野次先生もありがとうございました。はい、はい、ありがとうございました。はい、じゃあ続きましてですね、次の発表に移らせていただければと思います。ごめんなさい、次はですね、奥田さんになりますかね。はい、奥田さん、今、聞こえますでしょうか。はい、大丈夫です。あ、はい、ありがとうございます。ではですね、はい、ビデオをオンにしていただいて、で画面共有もいただければ幸いです。はい、はい、ありがとうございます。はい、大丈夫です、ね、はい、大丈夫でしょうか。はい、ありがとうございます。では、はい、奥田さん、発表のほど、はい、よろしくお願いいたします。はい、神戸大学大学院医学研究科の奥田祐樹です。お願いします。本日はですね、研究してみたいけども研究を進めるのが不安だったり、研究テーマがぼんやりしているという、まあ、中高生の皆さんに向けて話したらなと思います。特にですね、今回の発表は他の発表者さんはめちゃくちゃレベル高い話皆さんされてますので、僕からはこうもう少し視座の低い話ができたらいいなと思っております。では最初に皆さんに質問があります。自分に似ている動物は何ですかと聞かれたら何と答えますか。まあ、猫だったり鳥だったり自分の好きな動物を思い浮かべた人もいるかもしれません。僕の場合はですね、自分はこのバンドイルカに似てるなと思っています。バンドイルカは水族館のイルカショーなんかでよく使われてますね。で、このバンドイルカなんですけども、野生下ではこちらのリゴーシュウサンと言われる群れを形成します。これどういう群れかと言いますと、このオレンジ色の個体みたいにですね、時間が経つにつれて群れをこうコロコロと変えていくというような性質を持っています。つまりその時々にあった自分の群れの中で生活するということですね。で、このリゴーシュウサンはですね、研究する場所を変えてきた僕の今までの研究生活とよく似ているなと思います。僕はまず教育学部時代に隠れクマノミの聴覚の研究をしました。映画にも出てくるこの隠れクマノミがですね、ベネッセ海の生き物人気ランキングで3位を取るぐらい子どもたちに人気ですね。で、水族館に行くと隠れクマノミのコーナーでは子どもたちめちゃくちゃ騒いでますね。でも騒ぎすぎてもう規制で水槽が弾け飛ぶんじゃないかっていうぐらい騒いでる子も中にはいますね。で、そこでまるで映画のようにですね、隠れクマノミは人の声を聞き分けることができるのかなという、まあ、シンプルにそこを疑問に思いました。で、人の声を聞き分けるためにはですね、この複音の振動数を区別する能力が必要となっていますので、この能力があるのかなというところを調べようと思いました。
で、そこでですね、こちらの水槽をもう一からも水槽から、自分で用意しましてですね、水中のスピーカーから 125Hz と 225Hz の副音を聞かせるというような実験を行いました。でこちら聞かせるときは餌をあげてから音を出す、餌をあげてから音を出すという形にしまして、この音に慣れさせました。そしてその後 75Hz から 300Hz の単音を聞かせました。こちら音の大きさを変えながら聞かせたんですね。すると 125Hz と 225Hz のところで音の大きさが他の周波、振動数より小さくてもちゃんと聞こえているということが分かりました。したがって、カクレクマノミには振動数を区別する能力があるんだよということが分かりました。この研究をしている中でですね、僕は、クマノミ面白いなと思っていたんですけれども、どうせ海洋生物の研究をするなら、まあ、イルカの研究したいなというふうに思いました。イルカは幼い頃から好きだったんですよね。なので、農学系の大学院に進学をしまして、野生下のイルカのストレス減少方法を研究することにしました。細かいことは残念ながらですね、論文投稿中なんで言えないものですね。野生下のイルカというものは、必ずしもストレスフリーのというような状況ではないんですね。そこでイルカのストレス減少に影響する要因は何なのかということを調べました。結果的にですね、飼育現場でも使えるような実践的な知見というものを手に入れることができました。またこの研究をしていく中でストレスに対する反応の個体差というものも観察できました。しかしながらですね、イルカはですね、生態の扱いが非常に難しいため、ストレス反応の個体差を詳しく見ることができないんですね。そこでストレスに対する感受性の個体差について調べるために現在の医学系の大学院に進みました。ここではマウスを使用しています。マウスにストレスを与える一つの方法として、自分よりも強い個体に攻撃されるというものがあります。こちらの黒いマウスがストレスを受けるマウスですね。このストレスを人に例えるとですね、まあ、先輩とか先生とかにもう毎日もうやたらけたぐられるみたいな、そういうイメージかなと思います。で、このストレスを与えられたマウスはですね、ストレス抵抗が強いマウスとそうではないマウスに分かれるということが知られています。さらにですね、これらの、マウスはさらに細かいタイプに分かれていくということが最近分かってきました。そこでこのような個体差はですね、異なる脳の神経回路によるものではないかというふうに考えて、現在研究を進めています。すみません、これもですね、今、実験計画中でですね、細かいことちょっと残念ながら言えないんですけれども、まあ、例えば方法としましては、こちらの写真のように脳の手術を行いましてですね、まあ、ウイルスを注入して様子を見るとかいうようなことをしております。こちら、マウスをですね、まあ、気絶させまして麻酔へで頭を切ってウイルスを入れたりとかいうようなことをやっています。でこれした研究を通しまして、感受性の個体差を生む神経回路の検討を行いたいと思っています。そして将来的にはですね、人のメンタルヘルスケアの向上に向けたような活動をしたいと思っております。で最後にですね、研究を進めるのが不安であったり、研究テーマがぼんやりとしているという人に対して伝えたいことは、離合集散もありなんじゃないかなということですね。世の中には子どもの頃からこれ一筋というような、まあ、エリートタイプのもうすごい研究者というものも中にはいらっしゃるんですけれども、もしですね、研究を進めていく中で、なんか違うなと、もっと、こちらの違うテーマを深掘っていきたいなと思ったら、もうぜひテーマを変えていけばいいんじゃないかなと思っております。でなのでですね、興味のある研究をですね、まあ、気楽に、しかし、真面目に、真剣に、進めていったらいいんじゃないかなと思います。でその活動をするにあたってですね、研究部というのは素晴らしい場所なので、まあ、興味のある方はぜひ応募してみたらいいのかなと思っています。で、まあ、実際離合集散でうまくいっている研究者はこのような方が例としていますよというお名前を挙げさせていただいて、発表を終わりたいと思います。ありがとうございました。は
はい、奥田さん発表ありがとうございました。はい、また合わせてちょっと募集の案内も含めていただきましてありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、ぜひ野尻先生から何かコメントいただければなと思います。ストレスに強いネズミとストレスに弱いネズミの話があったんですけども、これってなんかその実験動物としてちゃんと系統を管理されて強いグループと弱いグループっていうのがあるのか、それとも自分でその見つけ出して今化けて系統を作られておられるのかみたいなことにちょっと興味があったのと、あとそれは人間がストレスが強い、ストレスに強い人と弱い人っていると思うんですけども、そういうのと何かネズミと共通点があるのか、その少し違うのかみたいなことも教えていただけますか。ありがとうございます。まずマウスの系統としましては、B6 といわれる、一般的な黒いマウスですね、を使っております。うん、とマウスの違いとしましては、実際やっぱり、完全に同じというわけではやはりないかなと思いますね。うん、脳の構造も、人とマウスで、全く一緒というわけではもちろんないですから、そこのマウスでこういう事実が分かりました、じゃあ人ではどうなんですかっていうところはまた別の研究っていう感じかなと思います。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、野尻先生もコメントありがとうございました。はい、ではですね、はい、次の発表に移らせていただければなと思っております。はい、次なんですけれども、佐藤さんいかがでしょうか。の声聞こえますでしょうか。はい、音声聞こえておりますね。はい、ありがとうございます。ビデオをオンにしていただいておりますかね。そうですね、はい、ビデオオンにしてると思うんですが、大丈夫そうですかね。ごめんなさいね、こちらのちょっと、放送中、ごめんなさい、ありがとうございます。はい、こちらでも確認できました。はい、すみません、ありがとうございます。では、はい、佐藤さんの発表ですね。はい、どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。それでは発表させていただきます。佐藤公彦と申します。よろしくお願いします。まず最初にですね、私の経歴、どういった人間なのかということを簡単にお話しさせていただきたいなと思ってます。私はもともと東北にある4年生の大学の教育学部で勉強してまして、でそこから一度会社員になりました。で会社員を6年ほどやってたんですけれども、イギリスの大学院に行きたいなということを思って、イギリスの教育学の大学院に進学する予定でおりまして、今はその準備課程プレマスタープログラムというところで学んでいるものになります。で、今日お話しさせていただくテーマというのが、会社員は長かったりですね、まだまだ学部を出て修士に入る手前の状態だったりするので、とても口が裂けても研究のプロフェッショナルですとは言える状態ではないなと思ってます。で、ただ会社員の時にも実は個人的に研究的な活動をしていたりしたので、そういう非専業研究者としてのライフワークとしての研究活動についてお話しできればなと思ってます。で、それが具体的にどういったものかというと、これは本当に何ていうか個人的な活動のアウトプットにはなるんですけれども、自分が論文を書いたりというよりかは図にまとめるということが結構好きなタイプなので、例えばマズローの欲求階層の模式図を、このピラミッド自体はマズローが作ったものではなくて後世の人が作ったと言われたりしてるんですけれども、そういうものを新しく作り直したりであるとか、あと右側の図は、今そのプレマスタープログラムの中で社会階層研究、教育格差についての研究をやってるんですけれども、こちらを自分の中で先行研究を全体的にまとめるとどういう関係性になるんだっけみたいなものを作ったりしてます。こういうものを作ってる人間ですと。で、じゃあ私が使っている教育学とはどういうものかということを最初に簡単にお話しさせていただければなと思ってるんですけれども、ウェブサイトでですね、学会名鑑という日本学術会議さんとかが運営しているウェブサイトがあるんですけれども、その学会名鑑の中で、教育というキーワードで引っかかる学会を集めると、だいたい619だったかな、ほどあります。で、その619の学会の名前をワードクラウドにしてみるとですね、だいたいこういうようなワードクラウドになりまして、一般の人が教育って聞くと、大体学校とか、あと教科、地理、音楽、体育、英語みたいな、教科みたいなものがパッと思い浮かんだりするかなと思うんですけれども、実はそういうものの存在感って、一番大きいわけではなくて、そういうキーワードよりも、学会の名前ベースで見ると、国際とか科学、心理、文化、社会といったような、そういう結構大きなキーワードで、教育というものを研究している学会が多いんだなということがわかります。
なので、まあ、一般の人は学校の先生になるのかなとか、学校を研究しているのかなというふうに思われるかもしれないんですけども、まあ、それだけではなくて、社会とか心理とか国際関係とか、まあ、そういった大きな枠組みの中で教育というものを研究している、扱っているのが教育学になるのかなと思っています。で、これを大きく仮に大別するとするならば、まあ、個人にフォーカスしていくと、まあ、教育心理であるとか、もしくは、まあ、まあ、学校の授業の場面であるとか、もしくは社会にフォーカスしていくと教育社会学とか教育史みたいな風になっていくのかなというふうに思っていますと。で、自分がなんでそんな教育学に興味を持ったかというと、中学校高校の頃の経験が原体験にあるかなと思っています。自分中学高校が吹奏楽部をやっていて、もう完全な部活バカで部活のことしか考えてない24時間部活だけみたいな人間だったんですけど、その時にすごい疑問に思っていたこと、もやもや思っていたことがあって、それが部活強豪校と弱小校の違いというものにすごくもやもや疑問を持ってたんですね。まあ、吹奏楽なので音楽になるんですけれども、スポーツ推薦がある運動部だとまたちょっと違ってくるかもしれないんですが、まあ、吹奏楽部って大体その音楽推薦を持っている学校ってそんなに多くないので、まあ、基本的には勉学で受験の偏差値でもって進学する高校を選んだ、中学校を選んだ人たちが3年間そこで吹奏楽の練習をして、同じ3年間という時間を過ごしているんだけども、ある高校は毎年毎年全国大会に出場するような強豪校になり、またある高校は残念ながらそういう全国大会に出場する機会を得られない、いわゆる弱小校と呼ばれるところになっている。それはなんでなんだろう、なんでこんな違いが起こるんだろうということを疑問に思ったんですね。でここに何らかの作用が働いてるんじゃないかと思ったのが自分の教育学に関する興味のきっかけでした。でこのきっかけを卒研究にしたのが卒業論文、私の卒業論文で、卒業研究のテーマは、まあ、この組織の違いのいろんな考え方のうちに組織効力感という概念があるんですけれども、この組織効力感、自分たちの組織はこの目標を達成できるはずだという想定できる能力とか、自分の持っている能力を信じる力というか、みたいなものがあるんですけども、まあ、それってどうやって高められるんだろうみたいなことのアプローチを研究しました。で、自己効力感という概念については、まあ、先行研究で4つの情報源、制御体験、代理体験、言語的説得、生理的、感情的状態という4つの情報源が自己効力感を高めるということが分かっているんですけども、まあ、組織効力感についてもそういった概念が使えるのかということを研究していました。でそういう話をすると、すごく大学時代は真面目な研究をやってたのかと言われると全くそんなことはなくてですね、僕は大学の成績が全然良くないんですけど、大学の授業中はもっぱらウィキペディアを読んでるようなそんな生徒でした。ウィキペディアのどんなページを読んでたかっていうと、こういうページなんですけども、シュレディンガーの猫とか、オッカムのカミソリ、反論のカミソリとか、カルネアデスの板とか、ダモクレスの剣とか、こういう中二的なページをですね読んでたわけですね。なんで読んでたかというと、かっこいいからですよね。すごい、あ、何々の何々みたいなのがすごい好きで。で、ただそういうのをいろいろ読んでると、だんだん自分の中にフレームワークができていって、知識の体系図みたいなものが少しずつできていって、で、例えば AI の研究を見たときに、あ、あなたが言いたいのは、つまり中国語の部屋みたいなことを言おうとしてるんだなとか、もしくは、まあ、SNS の政治論みたいなものを見たときに、あなたが言いたいのって、つまり反論のカミソリをもっと使えようみたいなことを言いたいんだね、みたいなことがだんだん見えるようになってくるわけですよね。こういう世の中の事象に対して、だんだん解像度が上がっていくというか、世界を理解する目を獲得する感覚っていうのがすごく楽しかったです。で、まあ、そのウィキペディアを読むこと自体は当然研究では全くないんですけれども、そこがきっかけになって、だんだんその世界の目を獲得していくための緩くて深い研究活動、ライフワークとしての研究活動みたいなことを少しずつプライベートでするようになっていきました。この写真、左側の人はマックス・ウェーバー、職業としての学問という本を記したマックス・ウェーバーという方なんですけれども、まあ、この職業としての大学や研究機関である学問研究だけではなくて、それと対比的なんじゃないかなと思っているのが、ライフワークとしての研究活動というのがあるんじゃないかなというふうに考えています。まあ、このイラストは伊能忠敬さんですね。ご存知の通り、50歳を超えてから研究の先生に弟子入りして、日本全国を歩いて正確な地図を作っていく、解像度の高い地図を作っていくということをされた方です。で、こういう、まあ、さっき最初に挙げたようなスライドであるとか、自分が気になっている物事を図示するということを通して、自分は研究活動にだんだん慣れ親しんでいきました。
自分は大学にいた期間というのは他の発表者の方に比べると短いんですけれども、まあ、人生の一部としての研究活動ということにだんだん馴染んでいったなというふうに思っていて、まあ、格式はないんですけども、まあ、色気で深い研究活動として研究活動と付き合っているかなというふうに思っています。でこういうライフワークとしての研究活動みたいなことをしてると、だんだん自分以外の人もこういう活動ってしてるなということが分かるようになってきて、まあ、ここに挙げてるのは、例えばデイリーポータル Z さんであるとか、あとテレビ番組だとブラタモリみたいなものだとか、あと書籍で言うと、サンキュー達夫さんと有名な方が書いた変な論文とか、あと、これはもうだいぶ格式高いかっちりした話なんですけど、在野研究ビギナーズという、荒木さんという方が書かれた在野研究の本もあったりだとか、必ずしも大学の研究だけが研究じゃないんだなということをだんだん感じるようになっていきました。そういう中でたまたま読んだ論文の中で、これ面白いなと思って読んでたのが、その未来は君の右手にあるっていう論文があるんですけど、これ、最初何も知らなくて、こんな研究あるんだ、面白いなと思って読んでたのが、まあ、要は認知心理学とかの領域の研究ですね。読んでたのが、これが実は日本心理学会で2015年ですかね、の優秀論文賞に選ばれてた、ちゃんとしたすごい格式高いフォーマルな研究だということにぶち当たったりもしました。なので、まあ、緩い研究とフォーマルな研究っていうのは必ずしも対立するわけではなくて、まあ、そこにグラデーションがあるんだな。で、自分はもともとフォーマルな研究は苦手で、緩い研究はちょっと楽しいなと思ってたところは、いつまにかフォーマルな研究に近いところにいるなということを思ったりしました。で、そういう経験を経て今やってる私の研究が、このプレマスタープログラムの卒業論文にあたるような研究をやってるんですけれども、まあ、教育社会学の領域の家庭の社会階層による教育格差について研究をしてました。まあ、人生の岐路、例えば受験であるとか、まあ、例えば結婚であるとか就職であるとか、そういう人生の岐路のパターンが、場面がいろいろあると思うんですけども、そういう人生の岐路となる意思決定場面をテーマに、まあ、特定の準拠集団の参照傾向の違い、どういう人が周りにいると、どういう意思決定の動機づけをされることが多いのか、みたいなことを研究者として扱って、これから修士でもそういう研究をしていく予定でおります。今日のプレゼンでお伝えさせていただきたいなと思っているのは、もちろんかっちりした研究もすごく楽しいんですけども、こういう緩くて深い、緩い研究、カジュアルな研究もあるよということ、そしてその緩い研究とフォーマルな研究活動の行き来が、私自分自身の好奇心を満たして育てて、そしてそれがまた次の研究に駆り立てていってくれるんじゃないかなということをお伝えさせていただきたいなと思っておりました。はい、私の発表以上となります。ありがとうございます。はい、佐藤さんの、はい、発表ありがとうございました。はい、緩い研究ということで、ね、研究部の活動とも非常に共鳴するところもあると思うので、本当にそこら辺も興味深い話であったなと感じるところですが、はい、野尻先生、何かコメントといただければと思います。いかがでしょうか。なんか最後の話、面白い、最後のこう研究内容が面白いなと思って、やっぱりなんていうのかな、まあ最近なんかダイバーシティっていうんですか、ジェンダーっていうんですか、そういうことも多少考えるようになってきてて、やっぱり地方と都会っていうご研究なんだと思うんですけれども、なんかちょっと男女差みたいなものについてもなんか研究の項目に入れていただけるとなんかいいかなと思います。はい、なんていうのかな、本当になんでこういうことになっちゃうんだろうみたいな感じなんですけど、例えば物理の分野だったら、私のいる分野だったら今でもやっぱり 10% くらいの方しか来てくださらないんですよね、女性って。で昔に比べると随分良くなってるはずだと思うんですけれども、やっぱり理数系に来てくださらないっていう感じがあって、でそれだけじゃなくて例えば大きな大学には来てくれないとか、まあ、いろんなところ、どういうところでディスカレッジされてるかっていうことはあんまり研究がなくて、で大体みんなこうなんだろうって思ってるところを語ってるんですけれども、やっぱり学術的に調べていただくっていうのはとっても大事なことかなと思っています。はい、ありがとうございます。はいはい、野尻先生ありがとうございました。はい、佐藤さんも発表ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、続きましてになります。はい、次なんですけれども、桂木さんいらっしゃる、ありがとうございます。
はい、画面見えてますでしょうか。あ、はい、今開始する。ちょっとまだ表示がされてないですが、ちょっとしたら多分出てくる感じですかね。はい、少々お待ちください。はい、あ、画面が表示されないですかね。あ、そうですね。そしたらごめんなさい、カツレツ1回画面共有切っていただいて、もう1回やってみていただけますか。はい、もう1回ちょっと共有させていただきます。はい、あ、映った。あ、よかったです。はい、映りました。はい、こちらの方、はい、ありがとうございます。はい、それではカツレツ、はい、発表のほどよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは。私、東京大学大学院工学系研究科博士課程1年の桂木美希と申します。私は普段社会人としても働いているんですけども、さっき佐藤さんの研究のコメントにもあったダイバーシティというテーマにかかってくるエンジニア女子のすすめというテーマで、女性が理系エンジニアや研究者の道を選ぶメリットをご紹介したいと思います。まず前半の佐々木さんたちのお話ちょっと似てるんですけども、そもそも私がどうしてこの道に興味を持ち始めたのかというと、私は昔からドラゴンクエストとかファイナルファンタジーといったロールプレイングゲームが好きだったんですけども、当時おじいちゃんがパソコンを買って触らせてくれたんですね。そこでプログラミングするとそういったゲーム自分でも作れるんだということに非常に衝撃を受けました。また当時ゲームブックというものが流行ってまして、これは読者の選択でストーリー展開と結末が変わるというものなんですけれども、自分でもこういったゲームブックですとかゲームを作りたいなという思いが高まってきたのがプログラミングを始めるきっかけになりました。そこで中高生時代は部活動でもプログラミングをしていたんですけれども、その流れで大学でもコンピューターサイエンスを専攻することになりました。当時はサポートベクターマシンという機械学習の非常にファンダメンタルなモデルで画像認識をする研究をしていました。ただ、私が研究していた当時、まだハードウェアのスペックが十分でなかったこともあって、すぐに就職して、この機械学習を仕事に活用するということではなくて、新卒ではデータベースの会社に就職しました。で、その会社で、結婚出産を経験するんですけれども、当時初めての子供だったこともあって、実は仕事と育児の両立に非常に課題を感じていました。で、何に一番問題があったかというと、一言で言うと自分に全然自信が持てなくなっていたんですね。例えば自分が子供をちゃんと育てられてるか、仕事で周りに迷惑をかけていてどうしようです。非常に罪悪感を持っていたので、仕事でせっかく機会をもらっても自分でいいんだろうかという不安を抱くことが多かったんですね。そこで椅子の環境を変えてみようと思って、まあ、いろいろ家庭の事情もあってですね、今勤めている Google に転職をしました。これが非常に良い転機になったんですけれども、どうしてかというと、環境が変わったことで自分を無理やり変えざるを得なくなったんです。例えば周りの同僚みんな自分に非常に自信を持っていたので、自分もそうならなくてはという意識改革は自然にできたし、それによって自分は子持ちでも全然恥じることがない、ちゃんと価値がある仕事をすればいいんだという考えに切り替えることができました。なので女性の皆さん今日聞いてらっしゃると思うんですけども、とにかく自分に自信を持つっていうのはすごく大事なんじゃないかなと思います。またですね、乾燥機付きの洗濯機ですとか食洗機を買ったり、自分がやらなくてもいい家事というのを積極的にアウトソースするようになりました。そんな感じで子供も成長してきて、だんだん自分の時間が持てるようになって、また研究したいなという気持ちが強くなってきて、次に働きながら大学院で研究をすることにしました。当時仕事で行っていたマーケティング分析でベイズ統計というものの活用がデファクトになりつつあったんですね。なのでこれを応用して状態空間モデルという時系列分析で広告の効果測定をするという研究をしていました。ベイズ統計はご存知の方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、比較的人が直感で理解しやすい学問になっています。
どういうものかというと、例えば皆さんがもしお見合いを受けることになったときに、会う前はお相手がどんな人かイメージできないので、結婚する可能性は 50% 前後だとします。そこで実際にお相手と会って話してみると、意外と自分と相性がいい人だ。ということで、好感度がアップして、結婚の可能性が 70% になる。すごく乱暴に言ってしまうと、こんな風に、ある事象に対して情報やデータを与えることで確率が変化していくのがベイツ統計のイメージです。社会人が大学院に通うというと大変じゃないかなというイメージを持たれる方もいると思うんですけれども、このように仕事に関係する研究テーマを選ぶと会社の理解を得やすいですし、研究データや研究に対するフィードバックがすぐ得られるので、やりがいも大きいというメリットがあるんじゃないかなと思います。というわけで、育児と仕事と研究、この3つをどう両立してきたかというお話を主にしたんですけれども、最後にエンジニアを目指す女性、理系を選択するメリットをまとめさせていただきます。まず、体力や筋力がなくてもできる。自分次第で夢があるお仕事もできるという点が挙げられると思います。そして一番のメリットは柔軟な働き方ができるところかなと思っていて、時間や場所にとらわれないというのは女性に限らず育児や家事も重視したいという方にとてもやりやすい環境だと思います。理系というと敷居が高いと思われる方も多いと思うんですけども、さっきの佐藤さんのお話にもあったようにゆるふわな研究というのもやりようがあって、私のように仕事しながら両立できる範囲で研究しているという人も全然いるので、今日一人でも多くの方に興味を持っていただければ幸いです。では、私からは以上となります。ご清聴ありがとうございました。はい、桂木さんありがとうございました。はい、ちょうどですね、先ほどちょっと野尻先生からもコメントいただいておりましたが、女性として の、 その研究職みたいなところだったので、はい、ちょうどまあこういいところだったかなと思うんですけども、そのあたりも、はい、ぜひコメントといただければと思います。いやね、はい、大変ですよね。でやっぱりどんどん外注がもう一番の会でやっぱり保育園に預けて学童に預けてね、ベビーシッターさんも入れてって言ってもういっぱい入れました。でそれで全然いい、それがいいことなんだっていうことをなかなか肯定してくれる人が周りに見つけられないと結構辛いんですよね。でもまあ、そういうふうにしていったと思います。あとなんかもう一つコメントっていうと、やっぱりその女の人だけが育児をするわけじゃなくて、両親がいるわけで両方に負担してもらいたいというのが本当のところで、私の場合はなんかずっとその旦那が単身赴任だったんで、毎日ワンオペだから、まあ、なかなか機会もなかったんですけども、やっぱり今アメリカでもヨーロッパでも皆さんもっと男女で両方でやるんだっていうことになってきてて、で何だろう、ちょっと時間があればお話ししたいなと思ってスライドに入れてて急いでたんで飛ばしちゃったんですけど、今ちょうど外国でに私がちょっと関わった若い方とか外国にいるんですけども、コロナでもう本当に大変になってしまって、学校も閉まる、保育園も閉まる、全部子どもと一緒に、でヨーロッパの場合でアメリカとかヨーロッパだと本当に家にいないといけないんですよね。で彼らも結構参っていて、男の人たちなんだけど、まあ、もう一緒のところに閉じ込められたから当然やらないといけないわけですよね。で野尻先生どうしてたんですかって最近よく聞かれます。で日本人の研究者の方だけじゃなくて、アメリカ外国人の研究者の方もなんか今みんないろいろ悩んでいて、まあ頑張ってください。はい、はい、ありがとうございます。お子さんがいることでその研究面でプラスになったこととかっていうのはあったりするんでしょうか。
ないですね。ないだあのいやできないですよねって言ってみんな言ってて家に帰ったらできないからっていう愚痴を最近いっぱい聞くと私は男の人が育児で困ってるのみんなすごく好きでそれはできないよねとか。で別にだってだからそんな何でも役に立たなくてもいいじゃないですか。それ別のことだし同じぐらい大事なんだしね。子供の面倒を見てるのがやがて自分の研究とか仕事にいいことがありますとかって免罪符的に言うのをやめて、子供は子供で大事だし自分の人生の一部だし、で、まあ、そういうふうに捉えるのがいいんじゃないかなと思うんですけれど、はい、私はタイムマネジメントが上手くなった気がします。だからそういうのありますよね。よくありがちな言われ方で女性の校長先生の方がその例えば学校が避難所になった時の、その、取り回しがうまい、次に何がどんなことが起こるから何かしないといけないとかいうのは女性の校長先生の方がやってちゃんとやってくれるっていう。でそれは家庭で見てるからね。次に何が起こるか、まあ、病気になったら終わりだとか当然知ってるわけですよ。でもそれはなんか女性の能力がどうのこうのっていうよりはやっぱり男の校長先生だと家でそういうことをしておられないっていうのが一番の問題で、だから本当に生きる力っていう意味では育児とかなんか家の中のこととかも同じぐらいやってる方がもちろんそれはいいんですけれども、それはだから男性の経験が足りないっていうことなんだろうと思います。だからそれはやっぱり直していかないと。ありがとうございます。はい、承知しました。はい、カトラギさんも、はい、発表ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、続きましてになります。はい、最後ですね、あとお二人いらっしゃるので、お二方発表お願いできればと思います。小野塚さんいらっしゃいますでしょうか。はい、はい、ありがとうございます。では、画面共有お願いできますでしょうか。共有できますか。そうです、はい、今映りましたので、はい、大丈夫そうですね。はい、では小野塚さんよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はじめまして、皆さんこんにちは。東京工業大学で研究員をしています小野塚亮と申します。僕の専門は経営情報学と社会情報学という分野で、情報技術と社会の関わりっていうものを研究しています。で、まずこう社会のさまざまな現象を研究するにあたって計測するっていうことをするんですけども、それには結構大きな問題っていうのがあります。で、例えばここにあるように高校生活っていうものにはさまざまな側面があると思うんですが、高校生活を計測しようとすると通知表であったりだとか偏差値っていうような限られた方法になってしまいます。で、特に偏差値っていうのは高校生活のうち受験という一部分だけにフォーカスを当てた数値なんですが、その数値にすることによって他の全国の受験生と比較っていうものができるようになります。で、その結果他人との比較を通じて自分を評価するようになって、また偏差値では測れない高校生活の諸側面を忘れてしまうっていうような問題があります。で、私は高校生の時、また大学に進学してからその計測されてたなっていうのがすごく嫌だなっていうふうに思っていて、それから計測っていう問題を今でも考えています。で、計測が嫌って言いながら、この次にこのよく生きることっていう、こう、高校時代に偏差値に疑問を抱きながらも、こう一橋大学の商学部に入学したんですけども、そこでアマルティア・センという経済学者について研究をしました。で、彼は人がどれだけよく生きているのかっていうのを測るウェルビーイングという指標の開発を行ったんですが、それを彼はある人が成し得ることの集合の大きさっていうふうに考えました。で、そしてその集合の大きさのうち、現在はできていないけれどもできるようになりたい、ここにあるこの3の部分ですね。で、それを願望する能力であるアスピレーションっていうものについて今は考えています。で、このアスピレーションっていうのは現時点から望む状態に至る地図
地図というものに例えられているんですが、例えば障害を持った人たちだとか社会から阻害されている人たちっていうのが、このアスピレーションの地図っていうのをどうやったら手に入れられるのかっていうような研究を今しています。で、これは僕が慶応義塾大学の修士課程に行った時に行った研究なんですけども、 SNS でメッセージを届けることについてという研究です。で、特に政治的な話題だと同じような意見を持った人々で固まってしまって、情報が閉じこもるっていうことが起こりがちです。その、時にどういうふうにメッセージを発信すれば情報が遠くまで届くのかっていうことをツイッターを使う政治家を事例に分析しました。で、その結果政治家がこうリプライを飛ばし合うってことをしていると自分のフォロワーとですね、情報は閉じこもっていってしまう。で、またただツイートするだけではこう何も変わらないっていうことでが分かりました。で、ただこの引用 RT っていうのを使って情報発信をしていると遠くまで届くっていうことが示されました。で、ここまでがこう学部修士ってやったことなんですけども、次に私の博士課程の研究についてお話しします。で、まずここに退屈についてっていうふうに書いてあるんですけども、このいつも同じ人たちに会って同じような毎日を送ると退屈っていうものを感じると思います。で、それはなぜ退屈を感じるかっていうと、毎日が予測可能でパターン化されているからだっていうふうに言えるんですね。で、それでこう嫌なことだなって思うかもしれないんですけども、パターン化されたものっていうのは安定していて長続きするっていうメリットもあります。で、そこでパターンの形成メカニズムが解明できないかと思って研究を始めたところ、新しいパターンはノイズから生まれるってことを言っている研究に出会い、そこからノイズが組織化されつつある境界状態っていうのを見つけ出して、また新しいパターンの方が見つけられないかという考えに行き着きました。で、この話をもとに昨年提出した博士論文では、長続きするつながりというタイトルで研究をしました。で、経営学のコンセプトのつながり、例えばソーシャルネットワークとかデザインシンキングとかを事例にとってみると、こう3年以上持続するそのコンセプトのつながりっていうのはわずか 3% に過ぎなくて、 97% は初期段階で消えてしまうということが分かりました。で、そこでコンセプトのつながりが持つノイズとパターンの度合いっていうのを計測することによって、社会ネットワーク分析のグラフ理論とかを使って計測して予測モデルっていうのを構築しましたっていうような研究を博士でやりましたと。で、以上、持ち時間が5分っていうふうに伺っていたので、簡単にではありますが、以上私の研究について興味持っていただけたら嬉しいです。で、支え合って議論し合える素敵な仲間を作っていってほしいなっていうふうに思います。ありがとうございました。以上です。はい、小野塚さんも、はい、発表ありがとうございました。はい、野尻先生が何かコメント等あればぜひ。なんかつながりが続くのは 3% とか言って、その 3% の数字が頭の中でぐるぐる回ってるんですけど、なんか前に震災の時に結構ツイッターを使ってっていうのをやっていて、あの時のことをちょっと思い出していて、なんていうのかな、最初は割とみんなバラバラで、みんな不安で、みんないろんなことを言ってるんですけど、だんだん固まってくるんですよね。だから最初の1年間ぐらいはみんな工夫していろいろ違う考えの人たちの間のやり取りがあったんですけれども、やっぱり2年目3年目ってなってくると、いろんなそういうなんか人のつながりもね、だんだん内側で固まってくるっていうんですかね、ばらけてくるっていうのか、でやっぱり固定化して新しいものが出なくなったなっていう印象を持っていまして、なんかそういうことを思い出しながら聞いていました。どうもありがとうございました。今コロナで野尻先生もなんか発信はされてますけれども、コロナは私はもう専門家ではないので、グラフを書いて増えたねっていうのをやってるだけなんですけど、やっぱりそれも私の周辺はやっぱりもう R が1以上になったらもうこれは頑張って減らすしかないっていう感じなんですけど、全然遠くの方の世界に R が2とか3とかの時になってもまだ医療資源を増やせば乗り切れるはずでとかって言ってる人たちがいて、いやちょっとその、指数関数のグラフを書いて説明しに行きたいなと思ってる
思うんですけど、やっぱりそういう人たちはそういう人たちで背景があって、やっぱり大事に思ってるものが違うので、これやっぱりなかなかお話にならないですよね。震災の時と違うのは、震災の時はやっぱり本当に大変なところっていうのは福島だけに固まっていて、それ以外のところの人たちっていうのは何て言うんですかね、やっぱりまあ少しその精神的なところがあったんですけど、今回はやっぱりみんないつみんな自分のところに来るかわからないっていう状況のっていうのと、あとは実際ね、その経済的にその仕事に影響の出てる方もいらっしゃるし、まあ、なんかこう日本中ですから、なんか前よりずっと難しいなって思います。でもまあそうなんだけど、でもそうは言っても、この今日もなんか3000人なんですか、さっきちょっとごめんなさい、ちょっと内職して携帯見たんですけど今日も3000人とかいうことで、今多分市中には3万人ぐらいこれから発症する人がいるんだと思うんですけれども、やっぱり本当に注意して行くしかないのかなと。なんかちょっと関係ない話です、すみません。いえ、ただこういう時代のそのコロナ禍におけるツイッターとかについて、なんか小野塚さんなんか思われてるところがあったらお聞きしたいんですけど。難しい話です。あまり SNS とか見ない方がいいんじゃないですか。結局やっぱり極端な意見が極端にこう流通して、でまた一過性の危ない言説がこう溢れているので、どっぷり浸かるのはやっぱり良くないと思います。一つの情報環境で自分の意思決定を決めてしまうっていうのはすごく危ないので、そうですね、あまり見ない方がいい。ありがとうございます。ただやっぱりでも例えば特にFacebook みたいなところで、すごい固まってる人たちがいるじゃないですか。で本当にその人たちのご健康に対してやっぱり危機が迫ってるわけですよね。反ワクチンとかってほとんど Facebook とかで固まっておられるわけだけど、いやだからまあそう自分としては見ない方が多分いいんだろうけど、その人たちの健康とか将来とかっていう意味で言うと、なんかこう、まあ、切り捨ててるのと同じことだから、なんかその辺のところをね、どう考えたらいいのかっていうのは難しいですよね。はい、はい、野次さんのコメントありがとうございます。はい、小野塚さんもありがとうございました。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。はい、それではですね、次で最後の発表になります。はい、あ、もうつけていただいてありがとうございます。畑田さんですね。はい、お願いできますでしょうか。はい、画面共有も設定していただければと思います。あ、もう映ってますね。はい、はい、こちらでも確認できております。はい、ありがとうございます。では畑田さん、発表のほどよろしくお願いいたします。はい、じゃあ畑田です。自己とアバターというタイトルで、発表させていただきます。東京大学で博士課程の2年生をしています。よいしょ。事故って何だろうっていう問題を、まあ、皆さんもよく考えることなのかなと思いますが、僕の興味がこの問いの中心にぐるぐる回っていて、これって、まあ、もちろん正解は、なんていうか正解を出すことよりも問い続けることの方が大事なのかなという気がしますが、そもそもこれが一体何を問っているのかっていう問題はとりあえず脇に置いといて、これに対して例えばデカルトとかが我を思うゆえに我ありみたいなことを言うわけですよね。で、僕が好きな哲学者の小林康夫先生っていう方がいて、本の中でデカルトがその私っていうものを発見したんだけど、でもその私ってどういう意味を持ってるんだろうとか、じゃあこの私をどう生きていったらいいんだろうかっていう問題には答えられないよねっていうことを指摘なさっていて、ああ、確かになと思っているんですけど、人間はこのそのままで完成しているヒューマンビーイングというよりは、自分でこう意味を獲得してどう生きていくんだろうっていう、自分を自分で生きていくというかドライブしていくようなヒューマンビカミングと言った方がいいんじゃないかっていう人もいたりします。で、そこで、じゃあ自己って
どういうふうに変化していくんだろうというか、どう変化する要因があるんだろうとかっていうのが気になってくるわけで、心理学とかでは19世紀ぐらいから自分、自己っていうものがその心理学の対象になって、こう、どういう構造になってるんだろう、どんなふうに変化するんだろうっていうことが調べられてきました。で、すごいこの乱暴なことをするんですけど、歴史の視点と終点を結んで、これ一番最初、左の図が1890年ですけど、最近では、自分っていうものはどんどん複数化しているとか、流動的になっている。っていうか、みんないろんなコミュニティを持っていて、それぞれに対してそのいろんな自分の顔を持っていて、複数のアカウントを使い分けたり、いくつものアバターを持っているような自己のあり方っていうものが現代風だねって言われたりします。で、今たまたま僕アバターって口走ったんですけど、次の興味というか話題がそれで、僕バーチャルリアリティがすごい好きなんですけど、アバターと VR っていうものが結びつくことで、これまでこのゲームのキャラクターみたいなアバターだったものがちょっと違った風な意味を帯びてきてるっていうのが最近で、この動画は、まあ、モーションキャプチャーをして、アバターと自分の動きを同期させているっていう身体体験としてのアバターが実現しているという例なんですけど、こういうものに VR のゴーグルとかをかぶせてあげると、こうアバターはもはや使うというよりはなんかダブルクオーテーションでアバターになるって言った方がいいような体験になってくるわけですね。でこれが一体どういう意味を持ってるかっていうと、心身二元論的にはこう自分で心と体を足してくっつけてあげればいいんでしょっていうような感じかもしれないんですけど、実はそうじゃなくて、身体と心っていうのはこう分かちがたく結びついていて、体が変わったら心も変わるし、心が変わったらそれは行動に出てくるっていうような、すごいこうお互いに相互作用している関係にあるっていうことがいろんなところで言われてきています。で例えばとプロテウス効果っていうものが2007年に報告されて、2000年ぐらいからアバターと変身の研究がいっぱい出てきてるんですけど、こう VR の環境の中でアバターで自分の見た目を変えてあげると、その見た目に応じて行動が誘発される、ちょっと自分の無意識のうちに行動が変わっちゃうっていうことが言われてます。でこういうのがいっぱい本当に満挙にいたまがないぐらい例が出てきてて、例えば透明人間になったら人前で緊張しなくなるのかな、どうかなとか、子供になってみたらどうだろう、で逆におばあちゃんになってみたらどうかなとか、自分とは違う人種の人になってみたらどうだろう、相手の気持ちはわかるんだろうか、暴力事件の被害者とかの視点に立ってみたらどうなんだろう、で突飛なものですけど、例えば動物になってみたらどうかなとか、こういろんな変身の研究っていうのが今まさに行われています。まあ、結果がどうなったかについてはちょっと今日ここでは触れることはできないんですけど、すごく盛り上がっている分野です。で変身だけじゃなくて、もっと違う身体のありようっていうのがあって、こう自分というものに対して例えば幽体離脱みたいなことができたりだとか、そういうものを使うとこう第三者視点で自分の行いをこう外から見たり回想したりすることができる。でこれは昔は影の至りで作ったんですけど、なんか分身みたいなこともできる、何に使えるかわからないけど、こう身体っていうものがすごい道具のように自分をコーディネートするために使える編集可能なインターフェースみたいな風になってきているっていう、なんかそれがアバター技術のすごい面白いところだなって思います。というわけで、こう自己っていうものをデザインするためのツールとしてアバターが使えるんじゃないか。で僕らはそういうものをゴーストエンジニアリングと呼んでいて、アバターとか、まあ、ロボットとか、ロボティクスとかもテレプレゼンスとかも出てきましたけど、こう、身体っていうものを変容させることで、それに応じて心を誘発していこう。で、自分っていうものをコーディネートしていこう、デザインしていこうっていうような技術っていうものを、ゴーストエンジニアリングと呼んで、僕はこういう研究をしていますということで、今日のお話はおしまいです。ご清聴ありがとうございました。はい、畑田さんも発表ありがとうございました。はい、ゴーストエンジニアリングっていうんですね。はい、私もちょっと初めて知った単語で驚きでございましたが、はい、野尻先生からまた何かコメントとあれば。いや、はい、ぜひ。面白いけどちょっと怖いところもありますよね。こうなんかその人のなんかこう気持ちに影響を与えてしまうっていうところで、なんか多分気をつけて進めていかないといけない分野なんだろうなって思って拝見してたんですけども、そういうことってどういうふうに議論されてるかとか教えていただけると。もうまさしく、あれか、大丈夫かな、聞こえてます、聞こえてます。倫理的にはなんていうかすごい議論が大変なところで、うん、まあなんていうか実験室の環境において
だから実験室実験くらいしかまだできないと言った方がいいのかもしれないですけど、うん、こう本当にそんなにガラッと心が変わってしまうんだったらすごい危険なものだから気をつけなきゃいけないっていうのは本当にその通りで、うん、でも一方でこれって別にアバターに限った話じゃなくて洋服変えるだけでも人の気分とか行動って同じように変わるし、それをなんかデジタルに編集できるようになったっていうだけであんまりなんか現実世界で起きてることとは本質的には変わってないのかなっていうのがなんていうか僕の印象ですね、うん、なるほどね、まあ、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、以上ですね。こちらで畑田さんの発表をもちまして全員のメンターの皆様の発表も終了となります。メンターの皆様まずは発表をいただきまして本当にこの度ありがとうございました。ありがとうございます。はい、そうですね、なんかすごくいろんなキーワードが出たと思うんですけれども、うん、今日の発表全体振り返って野尻先生からなんかコメントいただければと思うんですけれども、なんて言ったらいいんだろう、やっぱりなんか人間がどういうものかっていう話が割と多かったように思って、だからそういうものに対してそのどうやって科学っていうのかな、学術的にアプローチしていくかっていうことをいろいろ聞かせていただいて大変面白く思いました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。野尻先生も、はい、長く付き合っていただきましてありがとうございました。はい、結構ですね予定の時間はかなり長くなってしまっておりまして大変恐縮でございます。ただですねやっぱりなかなか皆さんの発表もまだ全然時間足りないなと思ったところではあるんですけれども、はい、すいません。ではですね、ちょっとこの後ですね簡単にまた私の方から募集二次募集の簡単なご説明と研究部の案内だけ簡単にさせていただいて終了とさせていただければなと思っております。はい、スライドを見られていますでしょうか。はい、ありがとうございます。はいですね、会の最初に簡単にお話ししました通り二次募集を今回させていただくこととなりました。はい、中高生の皆様ですね、はい、ぜひ振るってご応募いただければなと思っております。はい、記載の通りなんですけれども募集スケジュールですね、8月の末まで応募を締め切り、8月の末を応募締め切りとさせていただいております。9月の選考をもちまして10月の17の日曜日ですね、17の日曜日から活動を開始するというような流れになりますので、もしご応募いただく際にはこちらの10月17日開けておいていただければ幸いでございます。はい、福さんその次が、はい、選考方法ですね、はい、一次選考と二次選考と行いますので、はい、一次選考はですね、二次募集のエントリーフォームに記載の内容をもとに行いますのでそちらをご確認いただければと思います。はい、で、こちらのですね二次募集の内容に関しましては、まあ、そもそも研究部でどんな活動をしているのかっていうところは今回この回では全然説明がなかったと思うので、研究部のですねホームページにあります動画 YouTube のアーカイブ動画ですとか、はい、そちらの方で研究部の募集説明会というアーカイブ動画ございますのでそちらをもとに内容の確認を行っていただければなと思います。はい、はい、続きましてメンター募集の詳細でございますね。こちらもですね、まあ、簡単にではあるんですけども、今、今回、発表していただいた方々、さっきですね、コメントで私もちらっと見たんですけれども、これ全員N 高の研究部のメンターなんですかみたいなコメントがあったんですけども、はい、メンターのとして登録いただいている皆様になりますので、はい、こういったすごい、専門性の高い方々が集まってるっていう意味では、はい、我々もすごいありがたいところでございますけれども、なかなかその、研究部の活動としてはいろんな活動をしている子たちが集まるので、こうなかなかこうマッチングしない部分もあるので、もし多面的な活動、いろんな活動をされている方に集まっていただきたいなと思っているので、ぜひ自分ももし手伝えるぐらいだったらやってあげようかぐらいの感覚があるようでしたらぜひご応募いただければ幸いでございます。はい、登録後の流れに関しましては8月からオンラインでご案内、本日以降ですねオンラインでご案内差し上げますので、また募集フォームご確認いただければ幸いです。はい、はい、研究部のホームページこちらになります。はい、今申し上げました情報等ですねこちらのホームページから載っておりますので、ぜひご確認いただければと思います。合わせまして、研究部に関する最新情報ですね、バージョンアップした最新の情報に関してはツイッターの方で投稿しておりますのでツイッターの方も合わせてフォローといただければと思います。はい、
はい、最後ですね、何かご質問とお問い合わせ等ある場合は、研究部 @nnn.ac.jp、こちらまでお問い合わせいただければと思います。事務局宛てのご連絡先となります。はい。はい、ということですね。はい、これにて、全てのプログラムが終了となります。はい、ありがとうございました。はい、ぜひ、野尻先生も本当に長時間ありがとうございました。ありがとうございました。最後に、ですね、学術研究を志す中高生に向けて一言メッセージをいただけますか。自分の話の最後のところにでちょっとだけ言おうと思って、時間もなかったのであんまりちゃんと言えなかったんですけども、やっぱりインターネットですぐにいろんな情報に触れることができるっていう便利な時代になってきたので、なおさらなんていうんですかね、入ってきたものが正しいか正しくないかっていうことについて自分で判断する能力が必要になってきているんだと思います。でそういう意味でそういうのはそういうところをどうやって進めるかっていうの自体が学術のスキルだと思うので、ずっと研究してるかどうかともかくとして、何かそういう経験を人生の中でねされるのはいいことだと思うので、ぜひ挑戦してみていただければと思います。どうも、はい、ありがとうございました。野尻先生ありがとうございました。はい、ミンタの発表皆様もありがとうございました。そしてご視聴いただいている皆様も、はい、長らくご付き合いいただきましてありがとうございました。これにて全部のプログラム終了させていただければと思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。